はい、どうもおはようございます。今日はですね、2019年の3月の5日、朝の5時25分です。よろしくお願いします。よろしくです。まあ、まったりやっていきましょう。まあまあ、金は腐るほどあって、俺に支援したい人に支援すればいいと思うよ。だって1号さんがさ、一生懸命働いて稼いだお金だから、自分の好きな人とか、自分が応援してる人とか、好きなもの買ったりすればいいんじゃないかな。はい、おはよう3号さん。おはよう。半年以上前から映画の支援があっても、映画の支援は32万円で止まってますよ。映画の支援止まってますよ。はい、おはようございます。それから映画の支援来てないっすよ。お金は腐らないんじゃないかな。好きなものに使うのはいいと思うけどね、自分のお金だから。どうなんだろう、使いたいものに使うのが一番いいと思うけど。そうなんだ。大切にしないと腐るんだ。わかんねえな。今日っすか。今日は今日全然いいっすよ。ただ昼間には俺ここの家に戻ってないといけないから、新宿に10時とか集合とかだったら大丈夫っすよ。僕ハゲですね。あ、ショートムービー今作ってますね。はい、ショートムービー3分間ぐらいのやつだけど作ってますよ。ティザー映像作ってますね。いや、だから減ってるって言ってんじゃん。話わかんない人な。レンズの支援15万ぐらい。いや、わかんない。どんなレンズ買ってくれるのかによるから。ホームレスになった。マジで支援者の都合は聞かないのか。どういうことですか4号さん。どういうことですか。 PV とか依頼全然受けますよ。はい、僕でよかったら。あー、 PC そうだね、編集用の PC も欲しいね。減ってなくないけど、減ってるけど、300万から32万減らしてるけど、どういうことですか。制作費の中にちゃんとカウント入れてるけど。今資金は溜まってないですね。全部機材に変えちゃいましたね。100万の PC はいらないかな。50万ぐらいだね、必要な PC は。のんちゃん仲直りしてないね。場所も時間も支援者が決めるべきってどういうこと。スポンサーさんついてないよ。
そうだね、268万だね。三脚欲しいっすね。交通費込みとか見積もりとか DM すればできますか？あ、もちろんもちろん。どういった内容の PV だとか打ち合わせとか、まあ、予算どれくらいで作りたいとか、全然、言っていただければ、大体概要を言っていただければ、こちらから企画の提案させていただきますね。PV でしたっけ？ミュージックビデオですか？それともなんかお店の宣伝とか、尺によりますね。あ、支援もちろん1円でもいいよ。300万、向こうが300万支援したいって言ってくれたんだよ。向こうが300万の支援をしたいって言ってくれたの。結婚式の PV か、難しいな、ブライダル系か。素材が溜まってる場合だったら編集だけでいけますけど、結婚式の PV か。内容によりますね。その写真とかのスライドショー的なやつだったら簡単に作れるんだけど、支援のメリットは、まあ、企業広告、映画に対してスポンサーとしてちゃんと、クレジットが入る。要はエンドロールの時に映画流れる時と、ポスターとかビラとか全部、その協賛の人の、クレジットが入りますね。あと、まあ、希望があれば、出演、エキストラ出演と、あと、まあ、サイン入りの台本とか、そういったプレゼント、小口のプレゼントとか全然ありますね。300万欲しいっていうタイトルの枠ってどれですか？2号さん。300万欲しいっていうタイトル、いつ何月何日何曜日のいつのタイトルですか？もし支援してね、映画上映されなかったら普通に詐欺で捕まるからね、俺。今まで映画撮った経験はないですね。それは詐欺で捕まる。いや、僕全部アーカイブ残してるんで、何月何日何曜日のどこのタイトルか全部公開できるはずなんで、具体的に言ってくださいね。会社名か個人名か固定版を載せられますね。まあ、配信者の名前とかリスナーの名前とかペンネームとかでもいいし、まあお店の名前でもいいし、企業名でもいいし、要は10万出した名義でそのクレジットが載りますね。要はスポンサーっすね。あ、DM 今送っていただければ返信しますよ。今見れるんで、このパソコンで。DM 内容送ってもらったら返信しますよ。カメラは 6×7 ってなんだろう。いや、10万のクレジットで行こうと思ってるね。僕フルサイズっすね、カメラは。僕が使ってるカメラはフルサイズっす。
俺はタバコは体にいい派ですね、僕は。32万のカメラを購入した時点で映画応援花火何発来たかって止めてますから、リスナーさんからクレジット消せって言われて、花火のカウント全部生活費に当ててます、僕。それは花火投げてる人は全部知ってるから。6000の4000じゃなかったっけ、違うのかな。プロフィールに今回映画の予算300万で組んでおりますと書いてる。書いてますよ。300万で組んでるんで予算を。何かおかしいんすか？サイコサスペンスですね。おはようございます。おはようございます。カウント消せってお前らが言ったんじゃん。目障りだから、映画なんか俺らに関係ねえって。お前らが言ったんじゃん。何言ってんの。俺ずーっと表示させてたよ、細かい金額まで。だから別でやれって言われたから別でやってんだよ俺は。声ね、ちょっと荒れてる、ごめんね。聞き取りづらくてごめんね。だから別口で10万で一口っていう方法に変えたんじゃん。いいじゃん、お前らに関係ないんだから。お前らに何の関係があるんだよ。何の関係もないじゃん。スポンサーさんと俺の問題だから、お前ら関係ねえんだから。何の関係があるんだよ。制作費花火で募集してないですよ。言ってますよ僕。そうそう、遊んでるだけだから。俺は俺。知らなくてもいいんじゃない？狐にするかどうかは俺の自由でしょ。俺が金払ってこの枠買ってるんだから。なんでお前らにとやかく言われないといけないの？俺の自由でしょ。そうじゃないの？いや、名前知らなくていいよ別に。そうね、三脚欲しいっすね。まあでも三脚はレンタルでいいかなとは思ってるけど、三脚1本10万ぐらいしちゃうし、まああればいいけど、あのね、あそこ行って中古屋さん行ったら2万で売ってたから、マンフロットのやつが。それでもいいかなとか思ってたけど、
三脚あったらいいっすね。でも高いんすよ、三脚も。10万、12万とかするから。いや、20万の三脚、60万の三脚とかもあるんだけど、変わんない。保証とかもブランドで、まあ、全然違うんだけど、そこまでの精度は求めてないかな。三脚に金かけるんだったら、レンズとか編集用のパソコンとかに金かけるね。三脚でも10万ぐらいするから、レンタルでいいよ、三脚は。今ある、そう、安い三脚で全然いい。期待に応えなよっていうのは10万払ってからにしてもらってもいいですか？それを言う資格はあなたにはないはずですよ。そういうのは払ってから言いましょう。そういうのが心配なら支援しなくて大丈夫です。はい。いいよ、貯金7万円の人はいいよ。自分のために使えなよ。生活ギリギリなんだから。他にもっと有効な使い道あるよ。お金に余裕のある人から支援してもらうから。株とかやんないっすね。株とか興味ないっすね。今日昼からいろいろありますね、ちょっとプライベートで。パチンコやってないよ、もう。そんな時間ないよ。支援はスポンサーはまあ10万から受け付けてますね。まあでも5万とか3万とかでも支援はありがたくいただこうとは思ってるけど、5000円とかでも。でも一応その特典がつく、クレジットがつくとか、そういうところは10万からっていうふうにやってるね。昼間からずっとプライベートだね。スポンサーダメだった。おはようございます。ダメだった。協賛のテロップはごめんなさい、10万からっすね。
写真見てよ。あ、ありがとうございます。見てくれてありがとう。あ、おやすみなさい。お疲れ様です。勉強お疲れ様です。おやすみ。また明日。いいよ、俺は応援してくれる人だけ大事にするから。あ、ありがとう37号さん、おやすみなさい。ありがとう。あ、黒と白の基調にしたやつですかね。あれすごい、僕も気に入ってるショットっすね。ありがとう。いやー、支援は今んとこ来てないっすね。支援来てないっすね。あれでしょ？あれも気に入ってるショットっすね。ありがとう。すげえ嬉しいっす。ありがとうございます。あれは良かった。あ、ありがとう。写真ありがとう。見てくれて。ありがとうございます。この前、コラボした、月末にコラボした M さんの写真ですね。いいよ、いいよ。3万とかだと100人から3万集めないといけなくなるから、クレジットとんでもなくなっちゃうから。まあ、俺は俺のやり方があるからさ。一生残るもんだから後悔したくないからさ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、マジっすか。ありがとうございます。天城風6号さん、ありがとう。サンキューです。ありがとう。ありがとうございます。ありがたく頂戴します。
あ、いただけると嬉しいっすね。いただけると嬉しいっすね。はい。おはぎはありがとうございます。夢あるんすね。頑張ってください。あ、LINE か DM いただけると嬉しいですね。LINE か DM いただけると嬉しいですね。ありがとうございます。おー、おはよう。金魚姫お疲れ。わたつ、おはよう。見バレしたくない、どうして、どう、見バレしたくない、どうしようもないですね 連絡手段がないと行動遅れないんで、わかんないですね。夢ない人は誰かの夢に乗っかっちゃえばいいんじゃないの。セカンドクリエイターになればいいんじゃないの。セカンドクリエイター、誰かメインクリエイターのセカンドにつけばいいんじゃないかな。コンティニューコインありがとうね。未成年は無理だな。おこ、断る。無理だね。はい、おはよう。ココタン、おはよう。サイコサスペンスかな。サイコサスペンスだね。ココタン、おはよう。最近よく来てくれるね。おはよう。配信者は配信つけたら誰でもなれるよ。今すぐなれるよ。スマホ持ってんなら、スマホかパソコン持ってんなら、誰でもすぐなれるよ。やればいいんじゃないの。夢でも何でもないよ。ボタンを押すだけだよ。配信者に価値なんかないよ。現代映画、俺はキャスティングありきの映画の作り方なんじゃないかなと思ってるけど。おはようございます。おはよう。今日もよろしく。おはようございます。みんな朝早いね。おはよう。トークスキルとかあんまりいらないんじゃないかな。いや、有名になっても叩かれるだけだよ。俺の生き方見てこないよ。真面目に働いた方がいいと思うよ。
よっさんとかスーパースターだけど、俺なんか全然クソみたいな生き方だから、全然人気もないし、有名になってもいいことないよ。俺はお金を集めることが悪いことだとは思ってないからさ。応援してくれる人からお金いただいて生活させてもらってるから、その応援してくれる人の気持ちには応えていきたいな。その他はどうでもいいから。いや、稼げないよ。全然時給800円ぐらいだよ、俺。やめた方がいいよ。本当に稼いでる人はほんの一握りだから。稼げるんだったら起業家とか目指した方がいいんじゃない？プログラマーとかになった方がいいんじゃないかな。今の時代だったら。そうだね。ツイキャス人気ないね。億万長者には別になりたくないかな。なんかやりたいことをやれるんだ、やれてれば俺はそれでいいかな。金持ちになりたいとかじゃなくて、とにかく今映画作りたいね。応援してくれる人います？失礼なこと言わないでください。配信楽しいよね、ここなんで。嘘ついてないけど、ツイキャスはきつねないね。いや、作らないと思ってるんだったら別に投資しなきゃいいだけなんじゃないの。お前には関係ねえじゃん。知らない。 FC2 の伝説の集金配信知らない。どんな内容なんだろう。いいんじゃない2号、お前には関係ないんだから。応援してくれる人と俺の問題だから。別にお前応援してねえんだから関係ねえじゃん。部外者なんだから。特にニコ生で映画作るっていうから金渡してたんだけど、はてな。ごめん、意味がわかんないな。ハイボール飲んでんの？ KP。とっくにニコ生で映画作るっていうから金渡してたんだけど、はてな。とっくにニコ生で映画作るっていうから金渡してたんだけど。俺、南極さんから映画作るって言って金渡してたってどういうこと？南極さん知ってるよ？電話かけてきなよ。言いたいことがあるなら。俺の LINE 公開されてるから、下に。何？ニコ生でも映画作る詐欺してって。いや、電話かけてきなよ。何？だってきつい枠だったら本人かどうかわかんねえじゃん。俺ニコ生で映画作るなんか言ってねえけど、何を言ってんの。いや、応援したいんだったら純粋に応援すればいいじゃん、普通に。
そういうこと。電話かけてこいとか、直接会おうとか、直接会おうなんか言ってないけど。いや、コメントは応援なのかな？どうなんだろう。なんか人のことぶったたいたり、夢潰そうとしたり、足引っ張ったりするコメント書いてるのが、俺は応援だとは思えないけどな。何詐欺してるって。どういうこと？何、自分の娯楽のために金集めてるってどういうこと？コメントなかったら困る。困るっていうか、まあ別に普通に過疎なだけなんじゃないの。そういう放送たくさんあるよ。PC 古いね。もう何年前の PC かな。もう8年ぐらい前の PC だね。8年ぐらい前の PC。あとここ配信者の売名禁止だから、他枠誘導禁止だからね。売名は他でやって。面白そうですね。ありがとう。へえ、すごいね。1万円出す、1000円で逮捕。へえ。まあしょうがないよね、イメージがついちゃってるのはね。しょうがないよね。俺は現実を見てくれる人がいればいいかな。なんか周りの情報に振り回される人に付き合っててもしょうがないから、ちゃんと俺の今を見てくれてる人と付き合っていくだけですね。詐欺師をやってたっていう自覚はないかな。それで飯食ってたわけじゃないし、俺は。まあ詐欺の逮捕歴があることは事実だけど、誰かを騙して食ってたっていうわけじゃないから。詐欺で逮捕の前科があるのは本当だからね。それはもう隠しようがないし、隠すつもりもないし、それは俺が、なんだろう、俺の現実だから、それは受け入れてるよ。自分がやったことをやってないっていうのは俺は最低だと思ってるし、ただ、なんだろう、誰かを騙して飯を食ってたりとか金儲けをしてたわけじゃないから、まあ嫌われてるよね。まあ、ゆいがさんはやってないって言ってるから、やってないんじゃないの、わかんないけど。それはほら、ゆいがさんの生き方だから。
いや、これしか持ってないんだよね。まあでも気に入ってるよ。リスナーさんからプレゼントされたやつだから。ボロボロだけどね。もうよれてて。何年も着てて。穴も開いちゃって。まあでも嬉しいじゃん。毎日冬服なくて寒い寒いって言ってたら送ってくれたんだよね。いつもこれ着てるよね。いや、ディスコメできる人って人の気持ちわからない人だと思うよ。人に悪口を言われて気分がいいと思い込んでるんでしょ。自分が気持ちよければ何でもいいんでしょ。配信者は叩いていいって。でも私は叩かれたくないって。ユーストの意味？ユーストの意味って誰だろう。ニコ生のエミさんだったらすげえ尊敬してるけど、ユーストのエミさんわかんねえな。俺はクズなの自覚してるけど、なんだろう、誰かを攻撃したりとか、誰かの足引っ張ったりとか、そういうくだらないことはしないよ。まあだから自分のストレスを発散するには人のことを攻撃していいっていう発想なんでしょう。だから人のことなんか知ったこっちゃないで、自分が溜めた、自分がどっかで溜めたストレスを俺にぶつけてるんでしょ。俺はそういうことはしないよって言ってんの。俺は自分の関わってる人とか関係のない人に攻撃的な態度とか取らないよ。俺はクズだよ。自覚あるよ。俺はゴミだよ、クズだよ。でも、なんか、関係のない人とか、なんか、まあ、できれば関わる人の幸せ願ってるし、出会った人とかよくしてくれてる人とか、そういう人がいい思いしてもらいたいし、幸せになってもらいたいと思ってるし、仲良く楽しく過ごしたいって少なくとも思ってるよ。それは本音でね。ここにいる人たちが不幸になれとも思わないし。あ、そうなんだ。別にいい人モードでも何でもないけど、別にいいんじゃないの。俺のこと叩いて人生変わったりとかさ、ストレス発散できるならやればいいし、誰かに八つ当たりして、誰かをけなして、誰かのことをバカにしたりして、自分の生き方が良くなるんならそうすればいいんじゃない。今度はドレスは絶縁なんだ。何があったんだろう。どうしたんだろうね。いや、俺はアンチとかなんか言葉の悪い人とか言いたい放題言ってる人たちあんまり快く思ってないよ。正直毎日傷つくし、モヤモヤするし、騙されたりとかして辛いし、行き場のないストレスをずっと抱えてるよ。正直あんまり気持ちいい思いはしないけどな。あ、トッツ全然かけてきていいっすよ。突然かけてきていいっすよ。61号さん。仕
下に LINE 書いてあるんで、ここに電話かけてくれば、僕につながるんで。じゃあ見なきゃいいんじゃない？俺だってエミさん、俺配信者の中で精神的に一番まともなアドバイスもらったのはエミさんだと思ってて、俺エミさんがいたから多分配信続けられてたんだ。今でもリスペクトしてるし、エミさんのこと。エミさんには何かいつか恩返ししたいな。なんかもし何かで貢献できるような力がついたら、なんか恩返ししたいなと思ってる。エミさん元祖好きだね。早すぎたんでしょ、時代が。俺エミさんとコラボ2回、コラボは1回か。カリバさんのお店1回、2回行ったのかな？ 1 回か2回行って。で、その後1回絡ませてもらって。で、その時すげえ親身になって、2時間も3時間も配信のこと、配信外で相談乗ってくれた大手の人、エミさんだけだったよ。で、その日の夜に俺生活保護のカミングアウトしたんだよね。リスナーに隠し事だけはすんなって言われて。リスナーは嘘を一番嫌うからって。いや、今生活保護じゃないよ。もう生活保護抜けてから3年ぐらい経つかな。そうそう、面白い配信者は腐るほどいるから、他行きゃいいんだよ。俺の放送を気に食わなきゃ。面白いコンテンツなんか腐るほどあるんだから。配信サイトもふわっちだけじゃないし、 YouTube もあるし、面白い放送見に行きゃいいよ。俺の放送が気分悪くなるんだったら他行けばいい。お互いメリットない。自分から抜けたいっていうことはずっと言ってて、で早めに抜けさせてもらったのよ。っていうかね、生活保護って収入が上がると抜ける仕組みなんだよ。で、収入が安定するまで4ヶ月は通常はかかるんだけど、それ1ヶ月で抜けさせてもらったの。もう自分でやっていけるからって言って。俺そんなこと言ってないよ。33号さん、支援しないやつのコメントはいらないなんて言ってないよ。コメントも俺は応援だと思ってるから。おはよう、63号さん。おはようございます。
俺の放送が不快なら他の放送を見に行った方がいいよって言ってんの。俺はコメントを書くことも支援だと思ってるし、フォローしてくれることも支援だと思ってるし、でね、チップを投げてくれるのも支援だと思ってるし、ただまあ、フォローもしない、コメントで悪口は書く、アイテムを投げないっていうのは、なんだろう、ただ邪魔してるだけだと思うから、そういうのはお互い生産性ないよね。他の枠組みに行ってね、自分がワクワクしたり楽しめるようなさ、いい感情を持てる、そういうところに行くべきだとは思うけどね。エミさんもう配信やめちゃったからね。今活動してないからね。まあコメントの内容はもちろん自由だけど、俺がそれを不快に思うのも自由だし、それに対してレスポンスをどう思うのかも自由じゃないの。未成年者からの支援はちょっといいかな。あんまりいらないかな。なんか学生とかはただ、やっぱり学生ってお金稼げないし、なんだろう。未成年者からの支援っていうのはあんまり受け取るべきじゃないと思ってるかな。まあ毎日将来不安っすよ。でも考えてもしょうがないんで、自分で選んだことなんで。不安は不安だけど、どんな人でもどんな仕事でも不安はあるんじゃないのかな。まあまあ33号さん、俺は求めてないってことっすね。33号さん、気分よくニコニコワクワクしながら普通に楽しみたいのね。あんまりなんだろう、俺はなんか生産性のないやり取りとかあんまり好きじゃないっすね。おはよう。66号さんおはよう。今日もよろしく。ああ、さっきも言ったけど、どんなことも自由だけど、あんまり気分は良くないよ、正直。ああ、リスナーしか甘える人がいないんだよね。33号さん。俺、リスナーにしか甘えられる人がいないんだよね。実社会でさ、なんだろう、出会って甘えられる人も全部リスナーさんだし、俺が唯一甘えられるのはリスナーさんだけなんだよ。ここで出会って、こっから派生した人だから。それはごめんね。俺はリスナーに甘え続けるわ。友達はいないな。
昨日ディナー投げて無視されてへこみする。マジで誰にディナー投げて無視されたらへこむよね。誰に無視されたの？それはひどいね。いや、俺は甘えられるのはリスナーさんしかいないよ。それは正直に。本当にそうだね。俺無視した？ディナー投げて。嘘でしょ？え、高額アイテム無視しないよ、俺。そんな。え、いつ？あ、ごめん、あれね。ふわっちのコメントビュアーがバグってたの。で、後で気づいてリスナーさんにディナー投げてもらってたよっつって、あの時花火のエフェクトがずっと固定で、その後に気づいて言ったんだ。ごめんね、66号さんが投げてくれてたんだ。本当にごめん。携帯配信でやってる時にコメントバグってて、アイテムが把握できなかったので、5分ぐらいしてリスナーさんに「お前3000円のアイテムもらってるぞ」って言って、あ、ちょうどブラウザバックしちゃってたのかな。ごめんね、66号さん、本当にありがとう。投げてくれた人だ。ごめんごめん。ごめんね、66号さん。エキスパンドをブロックしてくれってやめてよ。いや、トレさん、アイテムありがとうって言うよ。ごめん。本当に申し訳ない、66号さん。ありがとうね。無視しようと思って無視したわけじゃないんだ。申し訳ない。映画のコメントスルーしてないよ。障害持ってる人とかに別にいてもいいと思うし、なんか少なくともエキスパンドが俺になんか嫌がらせをしてるようには俺には見えないね。喉飴ないね。飴舐める習慣がないね。なんか少なくともエキスパンドは連投しちゃうけど、俺になんか好意を抱いてるのはすげえ伝わってくるからね。だから、なんか愛情を持って接してくれてる人にはなんか悪い気はしないよね。ウグイス谷って読むのかな？住んでる和藤さんにリア凸したい。え？俺にリア凸ですか？何するの？俺にリア凸して。俺にリア凸して何するんだろう？ネットでいつでもおしゃべりできるじゃないですか、放送で。リアルで何すんの？あ、喉全然大丈夫だよ。枯れてるだけ。喉枯れてるだけっすね。あんまり見てくれてる人を排除はしたくないんだよね。アスペルガー症候群ではないと思うけどね。いや、でも自分のことをよく思ってたり、自分を見に来てくれてる人はあんまブロックしたくないよね。なんか、なんだろう。なんか嫌なんだよね。あんまり、せっかく出会ったのに、いがみ合ったりとか、潰し合ったりとか、罵り合ったりとか、あんま好きじゃないんだよね。少なくとも、俺に好意を持ってくれる人ってすごく貴重だから、嫌われてるわけじゃん。それはみんな知ってるわけじゃん。で、クソみたいな俺をさ、少しでも好いてくれる少数の人は、俺にとってものすごく価値のある人だから。だから、やだね。エクスパンドはすげえ俺に好意を持ってくれてんの、俺はすげえコメントから伝わってくるから、すごく大切な人の一人なんだよね。嫌なんだよね。
ついてくれる人は俺にとってめちゃくちゃ貴重な人なんだよ。レア種だからレア種。金くれる人、ステッカーは郵送か、もしくは僕の家に買いに来てくれたら買えますよ。俺はエクスパンド好きだからな。アスペルガー症候群だけど、俺悪く言ってないけど、俺自身がアスペルガー症候群だけど、 ADHD と併発型だけど、俺別にステッカー買いに来てくれる用事だったらピンポホンつってステッカー買いたいですって言ってくれたら俺は嬉しいけど、アポなし、まあ事前に LINE とかもらえれば、寝てたりしたら嫌だから、今から行くねとかそんな感じだったらいいけど、前に LINE 欲しいっすね。来る前に。バイト代手渡し、手渡し、キャストの配信者ノーギャラっすね。
ありがとう。このトレーナーしか持ってないんだよね。トレーナー。あったかいよ、これ。じゃあ別れちゃったね。おはよう、バナンさん、おはようございます。今日もよろしく。おはよう。配信する意味は配信好きなんだよね。配信好きなんだよね。何なんだろうね。ここしか居場所がないんだよね。弱いよ。寂しいね。寂しいね。初見さんいらっしゃい。よろしくお願いします。全然メンタル豆腐ですね。全然良くないですね、メンタル。まあしょうがないよ、いちごさん人気ねえんだから、しょうがないでしょ。誰が悪いわけじゃなくて、俺が実力ないだけなんだから、そこは受け入れないと。
さっきから言ってるけど、俺人気ねえからさ。悲しいことに嫌われもんだからさ。ありがとう。78号さん、風船ありがとう。特命さん、ありがとう。風船ありがとう。サンキュー。おはよう。コンティニューコインありがとう。ありがとう。ハートありがとう。ありがとうございます。コンティニューコインありがとう。ありがとうね。アイテムありがとう。風船1個1円以下だね。0.4円かな。0.4円かな。風船ありがとう、85さん。ありがとうございます。確認します。ありがとうね。ありがとう。メンヘラ貧乏人から作れる。ああ、ありがとう。バカありがとう。ありがとうございます。82円になったね。ありがとう。80円手に入った。 ありがとう。ありがとう。ラーメン、つけ麺好きっすね。つけ麺好きっすね。魚介系のつけ麺好きだね。いや、嬉しいね。すげえ嬉しいね。いや、嬉しいでしょ。応援してくれる人がいるのは嬉しいよ。すげえ嬉しい。いや、いいことでしょ。二郎、一回食べたことあるんですけど、どこだったかな？大賀の方に行った方、大ガードの、なんつうんだっけ、おたき橋通りだっけ、あそこの二郎行ったけど、もう二度と食べたくないから。二郎はいいや。なんか当たり外れあるらしいよね、二郎って。もう無理だったね、あれはきつい。食べたいとは思わないな、もう。歌舞伎町まずいんだ。どこが美味しいんだろう。二郎は何だ、関内店は美味しいんだ。ジロリアンなの、みーすけ。ジロリアンなのかな。振られちゃった。 二郎系好きなんだ。ケーキ、ああ、いいんじゃないの、周りは。俺、絶不調だね。やばいよ、絶不調だよ。ケーキ、周りはめちゃめちゃ稼いでるね。わかんない。ゆいがさんに聞いた方がいいんじゃないですか。ゆいがさんに聞いた方が正確な答えが出ると思いますけど。
なんで僕にユイガさんが配信やめるかどうか聞いてもよくわかんないですけど、やめるって言ってるんならやめるんじゃないですか。わかんないです、人のことは。本人次第ですよね。バンでしょ今。ツバニャンバンだよ。ツバニャンはバンになってプレミアムリソワンも逃して150万逃したからね。すごいよね。最終日の2日前で150万逃すってドラマだよね。あれなんで結局バンになったの？ツバニャンって。なんでバンになったんだろう。そうよね、ワンワンも剥奪されたしね。大金かかってるから痛かったろうな。え、乳首出したんだ。乳輪板なんだ。なんで最後の最後でそんなことしたんだろう。しいたけって言い方。え、なんで乳輪なんか出したの。そんなのバンになるに決まってるじゃんね。椎茸って言い方ね。椎茸って言い方すげえよな。2位で150万もらえばよかったのにね。もうほぼ2位確定だったんだから。中国産の椎茸だった。 言い過ぎだよちょっと。コメントナイス。笑い取ったね、すごいね。はい、ワード2。みーすけが笑い取ったね。はい、ワード2。確定申告しないくせに領収書もらってどうするの？あの店員さんにアピールだよね。 会計をするときに店員さんに「俺はやってます」アピールだね。大事でしょ。うん、俺はただの買い物じゃないぜっていう、経費だぜ。 経費だってなるじゃん、店員さんも。そういう戦いだよね。マウンティングですよ。領収書くださいマウンティングですよ。ひと手間かける男ですよ。あ、ツイキャスで放送してるんだ。放送やってるよ。
早食い企画とか、普通に早食いだからな、俺。普通に早食いなんだよね。ただただ普通に飯食うの早いんだよ。嫌われ者だからね。面白いじゃん、それは。それは面白いな。あ、面白い。まあ、しょうがない。嫌われるの慣れてるから。少しだけよく思ってくれる人がいたらいいけど。いいよ。99%の人が嫌いでもいいよ。1%だけ好きになってくれる人がいるから。少しだけだけど。あ、面白かったね。あ、面白かったね、92号さんね。アメシンいくつなんだろう、わかんねえ。最近放送時間長いのは稼げてないからっすね。稼げてないからです。安定とは程遠いっすよね。安定とは程遠いっすね。アイワの2。マジっすか、94号さん。ぜひお願いします。シーンはね、全部ね、ダメだったっぽい。
新宿引っ越すんだ。中野とかの方がいいんじゃないの？お金持ってると新宿便利だけど、高いよ。新宿高いよ。中野とか物価安いよ。ああ、カレー屋、ねえ、あそこ美味しいよ。ねえ、行きたいね。ご近所さんになるの。マジでありがとうございます。94号さん、ぜひお願いします。ありがとうございます。料理配信でカレーか。昨日たこ焼き作ったね。たこ焼き美味しかったな。ガイラ起きてないでしょ。寝てるでしょ。今配信してんの。本当だ。アイラ、言いたいことがあったら電話かけてくれよ、アイラが。いや、カラオケで歌いすぎてね、喉枯れてんだよね、今。風邪じゃないね。カラオケで歌いすぎた。ああ、コンティニコイン、ありがとう。おはよう、大佐。おはよう。10万高くね、ボロアパート。あ、でも新宿駅徒歩10分か。懐かしいね。もう2年ぐらい前じゃないかな。おはよう。電気代じゃない、ネット代っすね、今日は。ネットの通信費払わないと止まるね、今日。さっきのアイラの、いや、アイラから電話かかってきて、とりあえずコラボ上がってくれって言われた。で、そっからの流れだね。ネットで5000円ぐらいかな。払わなかったら止まるわ。貧乏っすよ。貧乏っすよ。
ストーカーはされたことないかな。男の人はされないんじゃないかな。女の人じゃない？ストーカーの被害に遭うのは。インターネットはどこの会社使ってますか？ NTT ですね。NTT です。何平米なんだろう。7畳ぐらい？ 6 畳、7畳ぐらいだね。何平米わかんない。30平米ぐらい。ワンルーム、ワンルーム。1K だよ。1K。すごい狭い。でも、キッチンさえ広ければ、あとお風呂が足伸ばせたら最高なんだけどな。部屋の大きさはこれくらいでいいけど、キッチンがもう少し広くて、で、バスルームが足伸ばせたら最高だね。いや、これね、パソコン配信だからルームツアーできないっすね。携帯配信だったらできるんだけど。あ、美容師さんとかイケメンだからじゃないかな。こんな早朝にフォロー外したのに、なんで見に来るんだ。言いたかったんじゃないの？前にアイテム投げてたけど、フォロー外しましたって言いたかったんじゃない？ アピ、私はあなたのこと前にアイテム投げてたけど、もうフォローしてませんよ、アピ。何なんだろうね。勝手に外して勝手にいなくなりゃいいのにね。報告しないといけない、なんか、に義務感とかあんのかな。 私は前応援してましたよ、アピーな。なんだろうね。まあいつも言ってるけど、俺は今現在応援してる人しか関心がないというか、なんか過去応援してたとかって全然なんだろう、何なんだろうって思うけどな。今嫌いなら見なきゃいいのにね。そう思わない？もう今、報告制なんだよね、なぜかうちのリスナーね。なんか、フォロー外しますっていうのを申告する制度。別にその制度採用してないから、勝手にいなくなってください。はい。フォロワーさん4700人いるんで、一人一人誰が誰だか思い入れのある人は、いますけど、一人一人、あ、この人好きだなっていますけど、多分フォロー外してノーダメージの人なんで。フォロー外してもノーダメージですね。はい。どうなんだろうね。精神的ダメージを与えたいのかな。ダメージならないよね。だって、俺が困る人っていないから、この人いなくなったら困るっていう人だったら、フォロー外した瞬間に、俺は気づくじゃん。で、フォロワーランキング、多分花火一発とか、バーガーとか投げてるぐらいの人なんだよ。いらない、いらない。いらない、いらない。俺、関西人嫌いだかんね。関西人嫌いだかんね。重課金だったらすぐ気づくかんね。あ、この人フォロー外したんだって。なんでかっていうと、配信者のページって、ランキングがついてんの、リスナーさんに。リスナーさんは知らないでしょ。今月いくら使ってる、今月何位でいくら使ってるよってコメント書くと、実はこっち側に分かるように、サムネイルに番号をつくの知ってた、みんな。リスナーさん知らないでしょ、意外と。1位の人には、サムネイルの枠に1番ってつくんだよ。おお、コンティニューコインありがとう。知らなかったでしょ。配信やらない人は。今月いくら使ってるっていうのがバッチリ俺に分かってるの。そのコメント書くときにフレームがつくの。
リスナーさんにはつかないけど。はい、ワードツー。マチルダ、おはよう。知らなかったでしょ、うん、だから、いくら使ってるリスナーかっていうのはすぐわかる、うん。あ、謙虚さとか誠実さとかないっすね、僕は。はい。嫌われてもいいっす。うん、フォロー外してそいつの枠見るとか時間もったいねえよな本当にな、うん、まあでも課金してる人に雑な対応しないようにっていうふわっち側の隠れた配慮でしょ、うん、いやカラオケで歌いすぎてこの声になっちゃって7時間カラオケ大熱唱してたらこんな声だね。2日目だね。すげえ楽しかったよ。ストレス発散したから。超楽しかった。1ヶ月に1回リセットされるね。でも、累計ランキングって言って、その日、課金したデイリーとリスナーさんのデイリーとリスナーさんのマンスリーと累計がある。だからその人がぶっちゃけ俺にいくら今まで課金したか全部わかる。結構プレッシャーだよ。結構プレッシャーだよね。この人こんなに使ってるんだっていう。ホルモン X ブルーハーツ、ああそうですね。あと尾崎豊とかね、いつものやつですね。いつものメニューですよ。たまにハッタリかます人とかいんだよね。お前にいくら使ってやったのにとか、お前どれだけアイテム投げたと思ってんだよって言って、ランキングページでその人をポチッと押すと1000円とか書いてあって、お前2年間リスナーやってて1000円しか使ってなくてよくこのマウント取れたなっていう。もうお前いいのか、俺いなくなってもいいのかみたいな。いやいいっすみたいな。ひどいやつはゼロって表示されるからね。0円で花火師のふりしたりするやついるから、いやいやお前1円も使ってねえじゃん俺にっていう。笑うよね本当に。結構嘘つき多い。だからツイキャスのこの星マークと一緒だよね。ツイキャスの風船ありがとう。風船ありがとうございます。確認します。風船ありがとう。バカありがとう。ありがとう。アイテムありがとう。ああ、ありがとう、ありがとう。サンキュー。コンティニューコイン何枚あるんだろう。20枚か。もしコンティニューコイン余ってる人いたらいただけると嬉しいです。無料分で全然いいんで。コンティニューコインお願いします。配信で食えなくなったらどうすんだろうね。死ぬんじゃね。今まで使った金額も出るね。コンティニコインありがとう。マリルボン、アモちゃんありがとう。お茶バカありがとう。サンキュー。コンティニューコインいただけると嬉しいです。お願いします。サイケな部屋かな。そうかな。延長で1回の延長に5枚使う感じだね。だからまあうちはね、まあ無課金の人でも3枚配れるのかな確か。だからまあ全員が、まあ、コンティニューコイン投げてくれたら延長は多分毎日できるっていう感じじゃないかな。うん、
257号さん、マジっすか？310万振り込み？マジで言ってんすか？それって257号さん、いや、まあいいや、105号さん、それって僕に連絡くれてた人の一人っすか？え、ちょっと待って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 。え、105号さん、僕に支援するって言ってた3人のうちの一人の方ですか？310万本日付で振り込み予約した？105号さん、僕とコンタクト取っていた方ですか？そうですよね。振り込み先わかんないですよね。え、マジっすか？マジっすか？え、本当にっすか？310万。え、何銀行っすか？何銀行何してんすか？マジっすか？何銀行何してんすか？え、310万マジで振り込んだの？マジですか？何銀行何支店か、じゃ、ちょっと最後に。105号さん待って。待って、105号さん。何銀行何支店かだけ。え、何？まだ続くの？この300万ゲームはまだ続くの？え、300万ゲームはまだ続くんすか？もう今日、もう、え？まだ続くの？この300万ゲーム。いや、さっきの、でもこの人を言ってるの、257号、本当なんだよ。さっき、300万振り込むって言った人なんだよ。え？あ、寝ちゃった。え？ 300 万ゲームはまだ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 続くの？え？頭痛くなってきた。頭痛くなってきた。頭痛いよ。いや、わかんないもん。え、でも振込予約って銀行この時間にやってなくねえか？え？やってなくない？銀行。あ、もうわかんない、もうわかんない、もうわかんない。もうわかんねえわ。いや、もうわかんないよ、もうわかんないよ。あ、ネットでできるか。振り込み予約って言ってた。いや、もう俺3回目だから、もう3、4回目じゃん。え、これ本当だと思う？嘘だと思う？みんなは。夜中でもまあ振り込みできるよな。釣りかな。え、本当だと思う？嘘だと思う？嘘？嘘？もう疑心暗鬼だよ俺。信じろ。いや、もうだって3、4回目だでよ、今日。マジかな、信じろ。うん。まだいたら本当だと思う。信じるな。こんな時間にネットしてる人です。ガチですよ。こいつ、腹立つわ。ひっぱたきてえわ。次やったらちょっと、おい、ちょっと裏こいつって、ちょっと説教してよ、マジでな。何なんだよっつって、おちょくってんだろうっつって。
まあ俺のことバカにしてんだろって ちょっと5分ぐらい説教してお待ちるな。おいっつって。あんま当てにせん方がいい。もう分からんもう。101号さん、アメーン。本当だったらおめでとう。じゃあ、わかった。もし本当に、もう決めよ。もう決めよ。わかった。もし本当に300万だったら、俺、秋葉原に今日速攻行って、50万のパソコン今日買います。もうそうしよう。もう、一気に使うわ。秋葉原行って、速攻50万のパソコン買うわ。もう。秋葉原行って、速攻編集用のパソコン買う。やったーっつって。ド M か。そうしよう。もう、つくも電気行くわ。つくも電気。ドスパラには裏切られたから、つくも電気に行って、もう、ハイスペック PC 買おう。で、その10万で銀座で寿司。もう決めた。もう今日買う。今日振り込まれてたら今日買う。新宿の方が安い？え、秋葉のドスパラの方が安くね？もうポンって買っちゃおう。ああ、もうザギンでシースー配信だよ。なんでバイトやれバイトやれって何なの？そのよくわかんねえんだけど、バイトやれって発想何なの？何なめんなって。他の映画監督はバイトして映画撮ってないっすからね。何なんだろう。え、何、ネットって振り、え、ちょ、ん？振り込みって10時だっけ？ 10 時だっけ？振り込みって朝一10時だっけ？どうだったっけ？もういいや。9時。え、じゃあ2時間後にはもう、わかるってこと？いや、スポンサーに振り回されてるんじゃなくて、スポンサーぶってる人に振り回されてるわけだから。9時か。じゃあ、あと2時間後にはわかるわけだ。2時間後に俺が絶叫するかもしんないでしょ。嘘だから、わかったわかった。もう騙されない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 。いや、絶対そうだよね。いや、あるわけないって。いや、もう騙されないよ、俺。もう4回目だから、もう騙されない。もう騙されない。絶対騙されない。まあね、銀行名、支店名言えない時点でお察し。いや、もういい。のりこは、さっき、LINE が来て、今日、家に行くから覚悟しておけ。びっくりマークっていう すごい怖い。そう、300万手に入るかもしれないけど、今日俺、のりこに殺されるかもしれないっていう、すごい すごい、なんか2つの大冒険が待ってるからね。そう、覚悟しておけって書いてあったから 明日家に行くから覚悟しておけって いや、完全に殺害予告だけど ときめかねえわ。のりこなんで来るの？殺しに来るんだと思うよ、多分。昨日めちゃくちゃキレてたから。多分俺は殺される。300万手に入っても今度殺されるリスクがあるから のりこは、和道さんのアンチになったよ。まあ、鍵は返してもらわないとな。
まあでもなんかのりこが本気になったらもう鍵とか意味ないからね。バールでこじ開けるでしょ、多分。900万は釣りだったんだけど、また新たに300万振り込んだからっていう。いや、もう頭おかしくなる。もうやだ、もうやだ。もうやだ、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 あ、もうやだ、もうお金なんてなくなればいいんだよ、この世の中から。おかしいよ、お金なんてなくなればいいんだよ。もうやだ、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 もうやだよ、もうやだよ、もうやだ、お金なんてなくなればいいんだよ。マゼさんだったら神回だよね。いや、さっきコメントで310万振り込んだって。もうやだよ。でもほんと8割方は嘘だっていう。で、2割は信じようぜって言ってる。いや、なんかあれだよね。なんかこう、可愛い彼女と手をつないで、こう、海が見える街で、カフェテラスで、抹茶シェイク飲みたい。海が見える街で、日曜日に、テラスで抹茶シェイク飲みたい。海が見える街で、日曜日に、サイボケー！こすー！サイ！本当にもう。そう、赤い屋根の家に住むの。もうすいません。すいません。すいません、すいません。いや、童貞は魔法使いだからね。童貞は魔法使い。恋人はサンタクロースと一緒。うるせえや。いや、起こしたんだよ。寝てたから。より戻したらさらに支援が遠のく。そうなのかな？白い犬。白い犬。なんだろう、理想的な幸せの生き方ってなんだろうな。でも、思うんだけど、超貧乏でも、なんかご飯美味しいねって言って、貧乏でも恋人がいたりするのって幸せじゃね？なんか、のんちゃんと、二人でなんか自炊でご飯食べてて普通に幸せだったもんね。そういうもんじゃないの、なんか。幸せとかって。ご飯おいしいねーっつって手作りで作ったなんか、ね、スーパーで買った食材で何でもないもん食ってておいしいねーっていうのが幸せだよね。まあ、今ではその幸せだよねって言ってる当の本人が殺害予告をする中になってしまったんだけど 覚悟しておけっていう いやー、トイレの前で食う飯でもうまいよね。金ないと揉める。いや、俺のりこと金の件で揉めたこと一回もなかったよ。一回もお金がどうこうって言って揉めたことなかったね。一回もないね。
金の件については。うん。ちょっと一回言ったことあるか。なんか後半、なんか外に出かけるときに財布を持ち歩かなくなって、さすがにそれなくないって言ったことあって なんかもう買い物は俺が出すのが当たり前みたいになってて、ちょっとイラッとして、のんちゃんさーって、さすがにさーって、財布ぐらい持ち歩こうよって言ったら スーパーとかで会計するときに、いくらですかっつって、財布をわざとらしく開いて、和藤さん、いくらですかっつって、のりこいいよっていうコントをずっと2ヶ月ぐらいやってたけどね。ごちそうさまですって言って財布を閉じるのりこ でもそういうのって大事じゃない？うん、そうね、数学、スーパーの半額でもね。恩着せがましいじゃないけどさ、なんか、お金を出すのが当たり前ってなったら嫌じゃん。俺も別に裕福な、もちろん出すけど、財布持ってかないっていうのは、なんかちょっと嫌だよ、やっぱり。まあ、貧乏くさいかもしんないけど。ああ、石野さんはあんまり財布持たないね。恩着せがましいっていうか、まあ、飯代ぐらい出すけどさ。でも別に裕福なわけじゃないからさ。いや、そんなことないよ。俺の夢は足引っ張ってきたのはのりこじゃなくて、のりこにだいぶ助けられたよ。そんな悪く言わないでよ。彼女がいて助かったこといっぱいあるんだよ。性格貧乏には支援までに至らないリスナーさんがつく。まあまあ、そういうとこだろうな。でもしょうがないじゃん、貧乏なんだもん。のんちゃん、障害者手帳持ってないよ。なんか勝手に決めつけてる人たくさんいるけど、のりこ障害者手帳持ってないよ。のんちゃんはそこまで行くのに交通費使ってるよ。そう。だから飯代ぐらいは俺は出すっていうさ。いやでもね、やっぱり配信者は独り身じゃないとダメだよ。この商売続けてくんなら絶対不幸にするから、パートナーを。パートナーは作らない方がいいよ。セフレぐらいで終わりだよ。数軍曹を見習おうと思うね、これからは。数軍曹を見習って、日本各地にセフレを作っていこう。いや、正解だと思うよ、ちゃんまん。なんだろう、やっぱり期待させてもダメだしさ。こんな生活してるね、男が解消あるわけねえんだから。だって YouTuber みたいに1000万稼ぐと思う？配信者が。無理でしょ。YouTuber だって10年後どうなるかわかんないのに。もう Google のさじ加減一つだかんね。まあ Google はね、コンテンツホルダー大事にするから、まあ安定はしやすいとは思うけど。はい、ワード2。俺らみたいなのなんかさ、サイトが潰れたら終わりだからね。いつダメになるか分かんないし。
YouTuber になろうか、じゃあ、ブンブンって言っていいの？いいの？ブンブンって言うよ。見てくれんの？ブンブンっつって。 ハロー YouTube っつって、コンビニの菓子パンひたすらレビューするけど、 最後じゃんけんするけど見てくれんの？もうキッズにすり寄っていくよ。 もう全力でキッズに媚び売っていくけど、いいの？お前らを切り捨てるんだよ、お前らおっさんたちを。年収2、300万のおっさんたちを切り捨てて子供を騙して金稼ぐ俺みたいの。風船ありがとう、ワタツ。ヒカキン面白いでしょ。ブンブンって言うんだよ。 いや、ヒカキンってもうテレビ局だからね。チャンネル登録者700万人だよ。もうテレビ局だよ。歩くテレビ局。すごいでしょ。番組とかじゃないんだよ。もうフジテレビと戦える力持ってんだよ。すごくない？テレビ番組だったじゃん、今まで。言っても、人気番組だったのが、もうテレビ局ぐらいのクラスの力持ってるからね。いや、あの顔芸はすごいよ。子供笑うでしょ。え、そんな力ねえわって本気で言ってんの？700万人だよ。いや、バカでしょ。そんな力ねえわって言ってるやつ、本気で俺バカだと思うよ。音の出るゴミって言われてたんだ。 昔。すげえな、音の出るゴミって言われてたんだ。ヒカキンの新居ビビったわ。いや、多分ね、本気でね、95号さん、時代の流れについていけてないよ。フォロワーが、だって、ウームの株主でもあるんだよ。どれだけ今後伸びていく産業か。ステマだって1件3000万とかもらえるんだよ。家に。ソニーとかから家に一番いい大型のテレビ置いて、新しいの買いましたって言って、違うかね、スポンサーだからね。ただでもらって、3000万もらって、ずっとそれを使ってくださいっていう契約なんだよ。何を言ってんだよっていう。だけど、それってスポンサーいくつ抱えても、制作費とかで飛んでいくわけじゃん。わかる？純利益ベースで言ったら、フジテレビの社長よりも稼いでるわけですよ、現玉を。フジテレビの社長っつっても、まあ言うても4、5000万でしょ。下手したら3000万ぐらいだよ、上場企業の社長なんて。つまり、そのコスパがめちゃくちゃいいんだよ、コスパが。いや、ヒカキンがぶっちゃけ、スーパーチャットやったら、本当に一晩で数千万稼ぐかもしんないんだよ。ああ、いや、子供だから無理か。子供だから無理か。ヒカキンが生放送をやったらどうなるんだろうね。えぐいことになると思うよ。もうコメント欄、ブンブンって言っただけで、多分日本中のサーバーがダウンするんだよ。Google サーバーダウンするんだよ、ブンブンって。だから、バルスと一緒だよ。バルスと。リスナー子供だからね、ちょっとスーパーチャットは向いてないかもしんないね。赤新 TV 面白かったのにね。ねえ、錦織さんもね。ねえ、ひろゆきさん面白いしね。ひろゆきさんの客層めちゃめちゃいいよね。普通に話は面白いし。ていうか、もうスーパーチャットやんないとコメント拾えないっていう環境になってっかんな、今。はじめしゃちょー生放送やったんだ。どれくらいいったの？視聴者数。リアルタイムで5000人とか？
YouTuber は喋り下手だかんね。生放送はやっぱ生主強いよね。電気代の支払いは大丈夫だね、今のところ。ネットの支払いが今日払わない止まる。いや、大人ではいないんじゃないの？大人ではいない。ツイキャスで1万人？あ、ツイキャス、まあ、サイト移動だからね。違う。YouTube ライブをつけた時よ。多分、えぐいことになると思うよ、閲覧。10万人とか、30万人とか下手したら行くんじゃないかな。あそこの神田川でやってたんだ。そこよく CM とかドラマとか撮影やってっかんね。羽衣遊園。編集頼りっていうか、もうやってることが違うよね。CM の作るのがうまいみたいな。パッパッパって画面展開させて、テロップバンバン入れて、っていう展開の仕方、あれ、ティザーの作り方なの。映画の予告編の作り方なの。だから3分間に集約させて、いかに最後まで見せきるかっていう。うまいよ、やっぱ。だから、なんだろう。ちょっとやっぱ生主とは違うよね。生主はパフォーマーで、まあなんだろう。ラジオパーソナリティとか、まあ路上ライブやってる人みたいな。パントマイムとかやってる人に近くて。で、やっぱ、テレビに近いっつうか、特に CM 作ってる人に近いよね。映画の予告編みたいな。アイテム支援じゃないとダメ。まあ、そうっすね。アイテム支援ありがたいっすね。今日、全然花火飛んでないんで。もし花火とかいただけたらめっちゃ嬉しいっすね。でもまあ俺が思うに今後は本業が強い人が何かが入ってきて、で本業と YouTube がリンクしていくみたいな未来になると思う。なんか YouTube でだけで稼ぐっていう YouTuber っていう存在がどんどん、もう今がピークで、こっから先はなんか専門職を、本当にすごい人が YouTube もやって、YouTube で、まあそこそこ入ってくるけど、セミナーとか、そう、講演会とか、生の現場でさらに稼ぐみたいな。それでトータル月100万、200万稼ぐみたいなモデル。だからパチスロの案件とか企業案件みたいな感じで、企業案件を持ってる人が YouTube で活躍するみたいな時代が来るんじゃないかなと思ってるね。すごいね。YouTube で50万入ってんだ。めちゃめちゃ優秀じゃん。すげえな。YouTube で50万円入ってるってことは、チャンネル登録多分えぐいだろうな。カジザックがよくわかんないけど。なんか、イルコ先生っていうカメラマンで、7万人しかいない人いるんだけど、ありがとう！うわ、すげえ！マカロン10個ありがとう！はい、どうも、こんにちは、イルコでーすっていう、イルコ先生、カメラの人いるんだけど、やっぱ、講演会とかセミナーとかでバカ稼ぎしてるもんね。出版とかで。だから、なんだろう、昔で言う、なんて言うんだっけ、メディアミックスって言うんだっけ。うわー、すごい、ありがとう、135さん。マカロン、ありがとう。ありがとうね、135さん。なんかこう、なんつうの、メディアミックスっていうのかな。一個のツールになるっていうか、YouTube が。YouTube だけで稼ぐんじゃなくて、本、ラジオ、テレビ、もういろんなものがごちゃごちゃしていって、結局フォロワー多い勝負なんだけど。ありがとね。ありがとう。相手もありがとう。プロタンまだ奥行ってないんじゃないかな。5000万は余裕で超えてるだろうけど、まだプロタン奥は超えてないとは思うけどな。そんなに稼いでないと思う。もう5000万は行ってると思うね。どうなんだろう。まあ、スマホあればね、テレビいらないよね。現実俺もうテレビなんか5、6年所有してないしね。有名な動画レシピの社長も生主やってる。へぇ。俺、1万5000円だよ。超リアルなこと言うと1万5000円入ってるね。広告料。でももう、匠さんにそれは全部投げてる。動画編集に関しては、匠さんに全部そう回すって。だから俺に入ってくるっていうよりも、匠さんが上げてくれてるから、アップロード。ぶっちゃけた話、1万5千円だね。ああ、そうなんだ。4、5万はでかいね。ニッチだね。コアなファンつけてるんだね。
俺はチャンネル登録数2000人で、月1万5000円ぐらい入ってくる。本当は編集して細かく上げた方がいいけど、向かないんだよ。その、だら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 喋るっていうコンテンツだから、俺の場合。だから動画をやるときは、その5分とか10分のやつは自分で作ってあげてるね。そのトップページに貼ってあるやつは。まあ、それでもね、1万5000円でもでかいよね。普通の主婦とかからすると、1万5000円あったらね、全然お小遣いになるからね。だから主婦の人とかやればいいんだよ。空いてる1時間、2時間とかで、なんか手芸でもいいし、なんかガーデニングとかでもいいし、ペットとかでもいいし、料理でもいいし。趣味でもね、1万、2万、3万稼げるだけで、家計だいぶ助かるもんね。あ、そうだね。立花さん60万超えてるだろうね。立花さん全然超えてると思うよ。カメラね、最高200万だ、すごいね。前のチャンネルかな、前のチャンネルかな。あー、ツイッターありがとう。いいねボタン押してくれてる人がいっぱいいる。写真のいいねボタンありがとうね。ドクター M さんの写真すげえいいね。何いいねついてる今。ありがとう。33いいね、すげえ。ありがとう。普段こんな押されない M さんのファンの人かな。ありがとうございます。水にはもっと言ってんじゃないかな。のんちゃんとのぞみさんの動画見た？そこだよ、そこで、そこで説教されてた。まあ、だからなんだろう、お金自体がウェブマネー化していくんだろうな、多分。お金の概念っていうのが、その働いて稼ぐっていうよりも、なんかポイントを貯めていくみたいな概念に変わってくんだろうな、多分。ゆっくりゆっくり。なんかドラクエのゴールドみたいな感覚になってくんだと思うよ。まあ、ミスにはうまいよね、やっぱり。賢いよね。戦略的にやってるよね。まあそうなんだよね。本来の原点に立ち返るとお金自体ポイントなんだよね。だけどもっとなんか軽くなるっていうのかな。T ポイントカードぐらいのノリになるっていうか。ああ、まあね、長い目で見たらね、キャラ変は必要かもしんないよね。今ね、ミズニャ若い子が囲ってるからあれだけど、ちょっとね、王道ではないよね、確かに。まあ、俺も人のこと言えるあれじゃないけど、俺より全然結果出してるから。ミズニャすごい頭いいんだっけ？まあ、でもいいじゃん。官僚になる、まあ日本で支えていくようなのもそうだけど、でも同級生とか官僚になっていくってことは、コネクションがやっぱできていくってことだから、30、40になっていってね、そっから仕事拾える可能性高いからね。柴田は長く持つね、はっきり言って。柴田は天才。あのね、すっごいうまい、セルフブランディングが。むしろ柴田はもっと評価されていいんだよ。柴田はね、すごいよ、あれ。要は、あのね、生主に一番近い YouTuber だと思ってる。要は、普通は編集で押していって、トークの内容とかじゃないの。要は、売名っていうエッセンスと、炎上っていうエッセンスと、要は編集かまさないでもうトーク。はい、どうも、柴田です。水にゃん！
お前さって言って10分語ってポチって切って編集とかも30分でオープニング動画とエンディング動画つけるだけでポーンってやって、本当にそのトークを悩んで悩んでとかじゃなくて、本当に配信のノリでおい瀬戸康史っていうのを一発撮りしてやるっていうスタイルってめっちゃくちゃ頭いいと思ってて、ありがとう花火ありがとう。93号さんから花火いただきました。ありがとうございます。93号さんありがとう。柴田は、あれは天才だよ、天才。賢いね。ものすごく賢い。柴田すごいよ。てか、音小さくね、なんか。と、俺は思うけどな。柴田面白いよ。トーク力あるし、普通に。まあ、配信者と比べてトーク力あるかどうかって言ったらあれだけど、そう編集もすごいコンパクトにやってて、あれはすごいよ。あれはすごい。本当にすごいよ。だから、その、喋りの精度が高いんだよね。だから逆に言ったら配信者があれやればいいんだよね。いや、柴田さん友達じゃないよ。あ、かなり優秀だよね。だから、なんつうんだろう。YouTube 的にバンになって生き残れないとかじゃなくて、頭の回転が、起点が効くっていうのかな。だから何やっても生き残るっていう意味で、柴田さん自体のスペックが高いっていう感じ。その、俺の考え的に言うと。だから何やってもあの人は食いっぱぐれがないだろうなと思う。俺が写真、リアルに、全く会ったこともなくて普通に純粋にリスナーさんから撮ってほしいって言われた場合、まず機材による最低の最低で2万だと思ってください。4枚納品で最低の最低で2万ぐらいかかると思ってほしい。っていうかね、ぶっちゃけた話、時間拘束なんですよ、カメラを撮るのって。結局撮影する時間が何時間なのかと、レタッチにかける時間、要はサイトとかに使うページ数だと写真の数が多くないといけないじゃないですか。ものによるんだけど、4枚の写真でだいたい最低2万かかるっていう感じで、普通の業者に頼んだら絶対5万はかかるはずだもん。最低5万はかかるはずだもん。なんかかなり割は安いと思う。だからなんで2万で設定してるかっていうと、まずそのカメラの耐久っていうのが5万回しかシャッターが切れないっていうのがあるのね。だからそれの消耗の原価が1日レンタルだいたい5000円で設定してんの。で、1万円は、俺の日当、そう撮影に入る。で、5000円はレタッチ。そういう風に考えてもらえたら。だから俺は2万で動くっていう。勉強にもなるしね。俺の実力でよかったら。で、業者に頼んだら絶対5万はかかるはず。知り合いとかで3万でやってくれるとかあると思うけど、個人でやってないと2万じゃ動けないと思う。で、あとは、その、レンズ。その、俺は標準レンズしか持ってないから、これの、その、写真の、まあ、どういう写真撮りたいか、ピックアップしてもらって送ってもらって、明らかに広角レンズが必要とか、明らかにズームレンズが必要とか、特殊な写真を要求された場合は俺がレンタルをしないといけないの、レンズの上の部分の。それがプラスアルファっていう感じですね。ありがとう134号さんバーガーありがとう。R 編ちょっと引っ張りすぎだよね。わかる。 R 編は引っ張りすぎだよね。すげえわかるな。ネタ不足なんでしょ。配信者閲覧取れたら引っ張る癖あるからな。まあ最低2万っすね。で、あとは交通費2万プラス交通費で、スタジオ借りる場合はスタジオ代とか別途かかっていくっていう。だからその俺自身の作業代に2万かかるって覚えておいてもらえれば。まあだけど、なんだろう。
それが高いか安いかだよな。はい、ワトツー。いいね、ありがとう。135号さん、おはよう。ありがとう。アイテムありがとう。まあ、3万もらえたらちょっとウハウハかな。ありがとう。133号、ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。風船ありがとう。頑張るね。ありがとね。まあどうしてもさ、やっぱカメラ撮ってる時って配信回せないじゃん。クライアントから依頼が来た時って、撮影風景回せるの配信者同士じゃないと難しいから、やっぱりその配信移動時間と配信ができない時間ととうとう出て で5000円でやってくれって言って1日潰れちゃっても、結局そのじゃあ配信回してたら稼げたのにっていう風になっちゃうし、結局自分の成果としてならないからさ。ありがとう。いいね、100個ありがとう。花火全然いただきたいですね。花火お願いします。素人だとしてもやっぱり俺も飯食わないといけないから、そこはやっぱ払ってもらわないと。だってこれだってシャッター切れば切るほど壊れてくんだから、ものなんだから。2万大体3時間かな。高速3時間だね。で、レタッチにまあ2時間かけるから5時間。だからまあ5時間の作業量込み込みで2万って感じ。あとはもう消耗品の耐久度だね。アルファ7でこれだったら、今だったら5000円でレンタルだから、まあその分は回収させてもらうよね、機材の。じゃあ俺が拘束されるのは5、6時間、まああと移動もあるから。まあそれが高いか安いのかっていう問題はクライアント次第だから、レタッチも含めてだからね。例えばレタッチがいらなくて取っ手出しって言われたら1万5000円でもいいし、ヤマドもうちょっと安くしてて、パサって取って JPEG のデータで、ローデータじゃなくて、その JPEG のデータで取ったやつでいいから欲しいって言われたら。そう。レタッチは、例えば、今ツイッターに上がってる4枚の写真は5時間かかってる。あの4枚に5時間かかってるのね。機材をこじって買ったけれども、壊れたら買い直さないといけないわけじゃん。で、映画の練習で使ってる部分ではいいかもしれないけど、そのこれを他のことに使っていって壊れた場合っていうのは、これ新しいものを手に入れるのにまたこじらないといけないんだよ。それは違うじゃん。仕事で得たお金っていう、仕事で使った部分は仕事で回収しないと次の機材買えないから。ローデータはもう切りないっすね、本当に。あと、ピックの作業があるから、そのレタッチもあるんだけど、撮った枚数の中からピックして、トリミングしてって、いろいろあるのね。まあ、それはね、写真やってる人からすると、個人で2万は妥当だよって言ってくれると思うよ。で、ね、そのソフトのお金もあるわけじゃん、レタッチの。わざと。で、あとは、俺の腕を買ってくれるかどうかだよね。プロの業者に頼んで5万とかで頼むのか、いや、ワドの写真のクオリティで2万だったら安いって思ってくれるか。あ、いってらっしゃい、銀魚姫。俺はライトルーム、フォトショップ、イラストレーターだね。まあ、レタッチだから、もうほぼライトルームだと思ってもらっていい。で、レタッチのフォトショップもかましてほしいって言われたら値段上がるよ。顔の輪郭いじったり、おっぱいでかくしてくれって言われたら、それは別途もうちょい3000円とか5000円上乗せさせてもらう。そう、現像まで入れたら2万っていうのは、写真どこの業者行ってもやってくんないと思うよ。何でも金なって何？ だって今さ、いくらかかるのって聞かれたから、これくらいでやりますよって答えて、何でも金っていうのはおかしくない？それは違うでしょ。独学っすね。サイトを作る人がいて、で、簡単なものを、バナーとかを作らないといけなくて、で、バナー作れる人がいなかったから、業者に頼めないから、ベンチャーの頃に自分で、覚えた。だから独学ですね。
開放のやつはレタッチしてないの。あれが取っ手出しってやつ。だからあれだったら1万5千円ぐらいでやるよと。開放の写真ぐらいだったらって。この国資本主義やぞって、ほんとそれ。ロックのライブの写真と動画撮ってますか？1000枚ぐらい撮っていいの選ぶのに時間かかって、20枚ぐらい離脱するのに1日かかります。そうっすよね。俺もこの前のそのツイッターにトップに上げてるやつが、4枚がちょうど1000枚シャッター切ったんですよ。1000枚シャッター切って2時間撮影して、1000枚切って、もうちょい撮りたかったけど、まあ大体1000枚撮る。で、その中からピック作業だよね。めちゃめちゃ時間かかるの。で、20枚のレタッチだったら俺も1日、丸1日潰れると思う。早い人は早いけどね、レタッチ。レタッチ早い人は早い。本当に早い。っていうか、フォトショーといられどんどん進化してるよ。すごいよ。AI 機能が今半端じゃない。精度が上がりすぎてるよ。すごいよ、今。動画編集も早い人は早いよ。めちゃくちゃ早い。もうそれは、10年20年触ってるからっていう。俺はそんなに早い方じゃないね。編集は慣れだよね。レタッチは慣れ。もうあとはそのレタッチにも幅があるから、まあこの前撮った写真に関してはスムージングがちょっときついっていう、プロの判断ではスムージングがちょっときつすぎるっていうふうには言われた。だからスムージングをもっと柔らかくするために色合いとかをこうした方がいいっていう技術は教わったね。写真をアップした後に。基本的な機能は変わってないよ。拡張がされてる。なんだっけ、トリミングがすごくなったよね。ライトルームはもう必須アイテムだね。俺ソニーの、無料版のやつ使ってたんだけど、ライトルームは絶対1000円払う。写真の精度が全然変わる。全然変わる。もうお試し版とかでやってみたら分かるよ。全然違う。慣れとパターンをどう持ってるかっすね。本当に。だから4枚の写真全部その風味を変えたんすよ。トリミングめちゃめちゃ早い、今。トリミングめちゃめちゃ早い。ありがとうございます。もしよかったらグッドボタンをね、139号さん、ツイッターとかいいねボタンとか押してくれると励みになるんで、もしよかったらいいね押してもらえると、なんか写真4枚上げてる中でこれ良かったっていうのをいいねって押してもらえるとすごい嬉しいんで、ツイッターでもしこの写真気に入ったってなったらいいね押してください。ほんと1個のいいね全然嬉しいんで、よろしくお願いします。応援してください。ああ、まあね。パソコンも拡張していかないと。ソフトもどん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 重くなってるからね。自動検知あれすごいね。あ、違うよ。写真のツイッターのいいねボタンだよ。写真のツイッターのいいねボタンを押してほしいの。
放送のね、ナイスボタンはね、俺は多分トップ取れないから、俺がね、なんか10位とかに入るってあんまりわかんねえな、実感ねえな、嫌われてっかんな。 ナイスボタンはあんま押されないかな、俺は。県外でしょ、多分。あれはね、M さんの作品ですね。あれは俺の作品じゃなくて、ドクター M さんの作品です。ありがとう。いいね、ありがとう。寒いね。やばくない？見た？あ、ありがとう、92号さん。頑張ります。自分の作品は俺のツイッターの方に上げてるやつ。今見せようか。まあ4枚上げてるうちの1枚だけど、今見せるね、じゃあ。あれ？どこ行った？あれ？これだね。ちょっと待ってね。今見せるよ。これが俺の作品なんだ。写真がでかいから。こういうのをツイッターに上げてる。見えるかな？見えます？これが作品だね。これとか、まあ詳しくは僕のツイッター覗いてください。あとこれとか、こんな感じです。仕事行ってくる。行ってらっしゃい。これ僕の作品ですね。ゴジラ。こだわったところは、この写真に関しては色合いかな。白と黒と赤っていう、その自分のテーマカラーと、あとはその、なんだろう、かっこいい感じ、かっこよくセクシーにっていう。そんな感じかな。スマホアプリで撮るのと変わらない？そっか。写真うまいじゃん。M さん綺麗だね。スマホアプリは進化してるよ、すごいよ。和道さんの彼氏になりたい、本当に言ってんの？本当に言ってんの？ありがとう、嬉しいです。ありがとう、そう言ってくれて。嘘でも嬉しいわ。ありがとう。ねえ、希望が持てるよね。ありがとう。Java は俺使えないね。JavaScript っていうか、 Java ってなくなるんじゃなかったっけ？なくならないの？今日は予定あるから、このまま今寝ちゃうともうアウティだから、今日はずっと起きてるかな。ずっと起きてるかな。いやー、寝たらもう起きれないかな。寝たら起きれない。Java と JavaScript って違うの？俺一緒だと思ってたわ。おはようございます。147号さん、おはよう。俺一緒だと思ってたわ、Java と JavaScript。違うんだ。全然プログラミングわかんないよ、俺。全く別なんだ。
あ、全然わかんない、全然わかんない。HTML とスタイルシートとかしかわかんないもん。カッコ BR とかさ。なんだっけ？カッコヘッダーとかしかわかんないよ。染めるために伸ばしてるんだよね。で、ブルーに全部染めたら切る。いや、JavaScript わかんないよ。俺、コード書けないもん。C 言語もわかんないし。何にもわからん。あ、ゆうさん、よろしくお願いします。コテハン残したい人はね、もしよかったらね、ツイキャスの方でコメントを打ってくれたら、ツイキャスの方はコメントが表示されるようになってるんで、ふわっちの方は匿名枠になってるんで、もしコテハン読まれたい人は、ツイキャスの方に移動してください。で、匿名でコメント書きたい人は、ふわっちでコメント書いてください。アットマークつけても意味ないよ。意味ない、意味ない。ニコ生じゃないから。完全匿名になってるんで、ツイキャスでワド監督って検索したら出てくるんで、で、フワッチもワド監督って検索したら出てきます。よろしくお願いします。A 番食らってるんだ。今日はお茶爆一軒もねえな。お茶爆ゼロだよ、今日は。ワドですね。ワド監督ですね。ワドって名前はもう使ってない。ツイキャス、まあ俺は匿名の方がコメント書きやすいんじゃないかな。アルゴリズム変わったね、ツイキャスは。ツイキャスはアルゴリズム確実に変わった。マグロ。勝手にコード書かないでください。ちょっと面白いな、センスあるな。132個さん面白いね。YouTube ライブはどうなんだろうな。やってもいいんだけど、実は3サイト同時にできて、YouTube ライブは赤字でできるようにしてるんだけど、YouTube ライブもコメントないじゃん。だから、録画は YouTube ライブでいいのかなって思い始めて、YouTube でいいのかなっていう。YouTube ライブでコメント書く人って、結局、ツイキャスなのか YouTube ライブなのか、どうなんだろうね。1個、YouTube ライブも実は3つできるんだよ。どうしようかな。でも、パソコンに負荷かかるだけだから、ツイキャスとフワッチでいいんじゃねみたいな。で、録画は YouTube で見るでいいんじゃないっていう。っていう使い方をしてるかな。ゲーム強いね。でもね、今度 YouTube ライブで生放送をやる予定ではありますね。ちょっと新しいシステム組んでて。ゲーム強いね、YouTube ライブ。強いよね、ゲームはね。でもね、ゲーム配信俺見るんだよね、最近実は。ゲーム配信っていうか、ゲーム実況動画にハマってる。ニーズが分かったの。だらだら作業するときに、なんか昔やってたゲームとかを喋りながらゲームの音楽流れたり、ゲーム画面見れるのって結構ね、作業枠、要はゲームが好きなんじゃなくて、ドラクエをだらだらやりながらドラクエの喋ってるのとか見ちゃうね。なんか3時間ぐらいでクリアする人とかいるじゃん。あれずーっと見ちゃう。
なんかドラマ見てる感じで見ちゃうんだよね。900万はね、なかったね。900万はなかった。支援なかったね。モンスト見ちゃうんだ。そうそう、買う前にどんなのか見ちゃうっていうか、ストーリーとかをね、YouTube ね、レッドだっけ？ YouTube の1000円払うとバックグラウンドできるようになったよね。あれいいよね。スマホのバックグラウンド再生は、900万の支援、本当は今日振り込まれる予定だ。今でもあるよ。あと50分後に310万振り込まれてるかっていう。そう。さっきコメントで310万振り込んだって。本当だと思う？絶対嘘だよね。玉ねぎで治ったんだ。500ミリの水を一気に飲んでいた。通販でお茶売ってる。ああ、ありがとう、教えてくれて。でも310万、もし仮に入ってたら、神回だよね。現金で310万、もし振り込まれて、もしだよ、仮にだよ。まあ、9時になったらやるけど、もし仮に振り込まれてたら、超神回じゃない？10万は銀座でご飯でも食べてくださいって言われた。コメントで。いや、銀座でご飯、銀座でお寿司食べてくださいって。振り込まれて嬉しいのは俺だけだよね。そうだよね。あ、そうなんだ。ビデオなんとかってアプリでバックランできんだ。いや、310万円。310万円。キツネで送ったと言われたの。何ニンニ。なんでそこ過剰に反応するの？昨日話し合ったじゃん、もう。いや、狐枠で言われたんだよ。もう、ストレスなんだって、そういうの。昨日それ散々話し合ったじゃん、ニンニ。いや、狐枠で送ったって言われたんだよ。もうなんでループするの、もう。なんでそこ過剰反応するの、ニンニ。なんなのよ、その、ニンニのそう、キツネ枠に対するアレルギー。だから昨日ちゃんと話し合おうって言ったんだけど。まあいいや、もう、ニンニは。しかも最近定期やらないし。ちょっと、俺はこっそりニンニが定期係やらなくなったのを俺は知ってるからね。ここ2週間ぐらい言わなかったけど。ニンニの定期好きだったのに、キャラ変した、ひっそりと定期をやらなくなったニンニ。 玉ねぎの皮なんだ。へえ。いや、もし仮に310万振り込まれてたら、もう泣くだろうな、俺。おそらく泣くと思うね。号泣すると思うね。絶対に号泣する。もう多分ね、配信でもう見たことないぐらいね、こう、おえつを、なんつうの、吐きながら泣きじゃくると思うよ。この後の予定は、今日は昼過ぎにちょっと、あれですね、プライベートがありますね。プライベートの予定が。ごめんなさい。ねえ、おはようございます。もうだから900万、支援なかったけど、1210万の支援だよね。1210万円目の支援。
300万を3回嘘つかれて、で、今日310万の支援だから、すごいよ、もう。ここ3日ぐらいで、ここ3日4日ぐらいで1210万の案件だから。おはようございます。まあ、1円も入ってきてないんだけどね。話だけは結構スケールがでかいよね。不動産屋みたいになってきたよ。なんか、みやびくんみたいになってきたよ、みやびくんに。のんちゃんはいつ襲撃するかなんかわかんないよ。それはのりこの気分次第だよ。それはのりこが俺のこと殺したいと思った時に包丁を持って家に来るんでしょ。いやー、ベニーさんに頼めないよ。それこそ本当の乞食じゃん。あくまでネット乞食だから、俺は。いや、ペニーさん優しいから絶対助けてくれるもん。いいよ、ワト君って平気で言うから。だからそういうのは、なんか違うじゃん。やっぱ配信者だから配信で稼ぎたいっていう最後の、なんかこう、プライドみたいな。最後の最後のプライドあって。やっぱ、その DM とか個人的に、花火くださいとか、1万円くださいってやったら、俺負けだと思うんだよね。それってもはや、なんか同情っていうかさ、その俺の配信の面白いとか、俺の配信を応援したいとか、俺の配信にチップ払ってくれるっていうのはありがたく受け取れるんだけど、だけど俺が頭下げてたりとか、俺が色恋使ったりしたら、それってもう配信者じゃないじゃん。最後までどんなに貧乏でもいいから配信者がいいんだよね。どんなにかそっても、どんなに惨めでも配信者で終わりたい。終わるんだったら。ピニーさんから匿名花火来ないよ。来ない来ない。女の人に投げるよ、ペニーさんは。2年ぐらい前は結構頻繁にもらってたね。チャンピン批判じゃない。俺は配信者だから、腐っても配信者でいたいの。確かにね、18万とかしか稼げてないけど、それでも配信で稼いだお金だっていうプライドがあるから。俺は女の子泣かせたり騙したりとか、色恋して花火もらったことは一回もないよ。それは俺の中の誇りだから。ささやかな、そのトーク雑談でこうアイテムもらってるんだっていう。そう、女泣かせてるんじゃなくて、女喜ばせてるわっていう。あくまで喋りで稼いできたっていう自負があるから。いや、テルジャンビン色恋なんですかって何も知らないの。本人がもうペラってるぐらいだからね。本人が認めてるじゃん。おい、おはよう、ワドツ。おはよう。好きじゃないから見てない。なんで認めたのっつうか、いや、歌うま選手権の時に、面白いおばさんがいて、なかなか帰らないおばさんで、和道くん、オフパコしようみたいな、ずっとくっついて、で、俺がネタにしちゃったの。なんか変なおばさんに絡まれて、オフパコしようって言ってきたやつがいてっていう、その、ネタにしちゃったの、俺が。で、それが実は、テルチャンピンの、メインの支援者だったらしくてみたいな、それでもぐっちゃぐちゃになっちゃったんだよ。非常に申し訳ないっていうね。 そう、和田さんオフパコしよう、
潜り行って和道さん一発ホテル行こうとか言ってすげえ面白かったよね。音に詳しい和道さんに質問。AirPods っていうアップル製のイヤホンダメですか？ワイヤレスなんですか？ですね、本来の音のことを考えると、Bluetooth っていう規格はあんまり良くないです。だから、AirPods いいんだけど、何がいいかっていうと、配線がなくて、ある程度の音質を担保してっていう。だから、いい音を聞くっていうものではない。ただ、俺 AirPods いいと思うよ。ランニングするときとか、やっぱ、配線が邪魔にならないとか、あれ1個で電話通話ができるとか、すごく便利だから。ただ、音質を求めるのであれば、まあでもね、ぶっちゃけの話、配信を聞くとか、YouTube の動画見るとか、YouTube で音楽聞くっていう層には関係がない。そこはもう耳が肥えてないから。もう、どのイヤホンで聞いても、どのヘッドホンで聞いても、AirPods で全然余裕でいい音っていう人たちだから。音質にこだわらないっていうかな、なんつうんだろう、YouTube で全然クリアな音だって思ってる人は AirPods で十分だと思う。いくつぐらいなんだろう。あ、でも綺麗な人だったよ。多分なんだけど、30後半から40半ばぐらいの人。あ、でも35ぐらいもあんのかな。30代多分、36から42ぐらいの年齢の人だと思う。まあ、お金ないっつっても俺よりは稼いでるからな。今までだから200万とか300万稼いでるから、金銭感覚狂ってんだろ。俺なんか毎日ね、毎月。だってあいつのお金ないが俺の収入上なんだから、贅沢しすぎなんだろ。あ、ありがとうございます。155号さん、ありがとう。よくわかんないよね。全然俺より30万とか稼いでるはずだから。あそこの家賃だって18万とかでしょ？埼玉の家。高すぎるって。配信者が住む家じゃないもん。そんなことやってんのテルだけだもんね。アイラぐらい稼いでるんだったらわかるけど。あれ面白いよね。あれ椅子ぐらいの大きさですね。あれいいよね。星盛りっす。チャンビー今いくつだろう？ 20 まだ8とかじゃないの？あ、違うか、もっと若いか、26とかか。全然若いよね。だからさ、俺思ったんだけど、テルチャンピンは多分この2年間ぐらいで、3000万稼いだはずなの。3000万。キャバクラやればよかったんだよ。キャバクラって大体埼玉とかでやるんだったら、多分ね、初期投資500ぐらいでいけるはずなの。500か600で。で、テルとかが、お金ちょっと、ね、無駄遣いしないで、うまいもんとか食わないで、なんか、実業？で、特に女の子にモテるわけだから、キャバクラとかさ、経営してたら、だいぶ変わってたんだろうね。あ、お茶バックタイムですね。だからまあ、だからお金って難しいよね。ありがとう！いいね、いいね、ありがとう。いいね、ありがとう、匿名さん。まあ、他人の事情、懐事情なんかどうでもいいけど、俺はコメント拾うのが仕事みたいなもんだから、ありがとうございます！匿名さん、お茶爆100ありがとう！本日一発目、お茶爆100。うわ、すごい、すごい、すごい！お茶爆2発目ありがとう！お茶爆100、2発目ありがとう、すげえ！連続お茶、すげえ、何今日！お茶爆3発目！お茶爆3発目、何今日！すごい！お茶爆3発目ありがとう！匿名！ マジかよ！お茶爆4発目！お茶爆4発目ありがとうございます！ 4 発目！すげえ！お茶爆5、5発目！お茶、何今日！お茶爆6発目ありがとう！お、止まんねえ、止まんねえ！お茶爆6発目、匿名さんありがとうございます！うわ、マジかよ！お茶爆7発目ありがとうございます！
お茶爆7発目すげえすげえすげえ、お茶爆8発目ありがとう、お茶爆8発目、お茶爆9発目、お茶爆9発目ありがとう、すげえ、お茶爆10発目、お茶爆10発目ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、お茶爆すげえ、お茶爆ありがとう、お茶爆11発目ありがとう、お茶爆11発目ありがとうございます、頭痛い、お茶爆12発目ありがとうございます、誰ですか誰ですか、お茶爆12発目ありがとうございます、匿名さん、お茶爆ありがとう、すげえ何これ、お茶爆13発目ありがとうございます、頭痛い頭痛い、お茶爆13発目ありがとう、お茶爆14発目ありがとうございます、お茶爆14発目ありがとう、すげえ、どうしたどうした、ありがとうございます、たくさんありがとう、すげえ何この人、匿名さんありがとうございます、やば、誰、あのね、ツイキャスの匿名は俺もわかんないの、ツイキャスの匿名お茶爆はあの俺もわかんないの、誰だか、いや頭痛がした今、やば、あざーす、やばやば、ありがとうございます、ニンニ定期でそれを言うのニンニが定期の意味分かってねえかんな、すごくすごくない、ニンニ天才だと思わない、ニンニって多分配信歴7年とかなの、もうネット7年間配信見続けていて定期の意味が未だに分かってない、うん、いやニンニすごいよねニンニありがとう、定期ありがとう、そう普通のコメントを定期って書く、うん、お茶爆は、一発、350円リスナーさんが払うと、俺に350円入んの。で、1000円のお茶爆を買うと、俺に700円入るの。だ還元率7割ね。還元率7割です。で、匿名で投げると完全匿名だから、俺は本当に誰が投げたかわかんない。うん。定期使うの難しい。定期っていうのは、なんていうの、定期便みたいな、定期係。要は、皆さんお約束ですけれども、この人はこういう人ですみたいなものを新規さんに向けてとか、今こういう状況ですよっていうのが定期なんだよ。うん。おはようございます。うん、まあいいんだよ、ニンニは。そう。うちの定期係はニンニだから、ふわっちは還元率5割だね、うん、おはようございます。でキートスっていうクラウドファンディングは 90% 俺に入る、だからそのキートスが9割還元、投げ銭は7割還元だね、うん、お茶爆ありがとう、猫の目、猫の目おはよう、おはよう、てか頭痛えな、頭痛が半端ない、でもちょっともやっとするけどね、アイテム投げてくれた人が誰なんだろうっていう、お礼がね言えないっていうのが、うん、お礼はやっぱ言いたいからさ、おはよう、のんちゃん襲撃は配信ね、ねえ、いやだから昼から予定あるから、ん、え、猫の目が投げたの、猫の目が投げたの、本当に
で匿名で投げたの？嘘か。うん、はい、おはよう。起きたな、シャカトペコ。さっきの話だけど、チャンピン3000万持ってた人が引っ越して人の家に転がり込まないといけないぐらい落ち込んだってこと？支援者いじった和道さんのせい？いや、俺が原因なのかどうかはちょっとネタだけど、支援者いじったっていうか俺は知らなかったんだよ。いや、でも多分ね、きっかけにはなってると思うよ。あ、ありがとう、いいね、ありがとう。アイラコラボ面白かった、ありがとうございます、ありがとう。いや、でもね、ちょっと原因あるかもしんないんだよね。そのインコさんっていう人が、その俺にオフパコしようって言ってた人なんだけど、そのインコさんっていう人はなんかテルのメイン花火師だったらしいんだよ。だからね、なんかちょっと気まずい雰囲気流れてて、俺はなんかどのリスナーさんか分かんなかったから、そのテルのリスナーなのか誰のリスナーなのかとか分かんねえじゃん。うん、あ、全然コラボ誘われたらやりますよ。うん、チャンピンに恨む、いや、チャンピン性格さっぱりしてるからそういうことしない。あいつ結構男らしいから、そういうなんか女が腐ったみたいなことは言わないね。チャンピンは結構さらっとしてるよ。そういうなんかあのかっこ悪いことテルから聞いたことねえな。なんかクソだせえようなことはテル意外と男気あるよ。うん、ああ、そうなのかな、わかんないけど、まあまあ3000万2年で稼いだ男だからね、まあ実力あるでしょう。それが色恋だったとしても、俺みたいなクソチンケなプライドでさ、年収200万とかよりもよっぽどかっこいいでしょ。なんかニコニコしながら話してたよ、2人で配信外で車運転してる時に。なんか稼げるようになって何が一番嬉しいのって聞いたら、母ちゃんに仕送りできるようになったのが嬉しいなってニコニコしながら言ってたよ。母ちゃんがさ、月末になると小遣いくれって言って、母ちゃんに小遣い渡せるようになったのが嬉しいわって普通に言ってたよ。うん、だから優しいやつなんでしょ。うん、いいやつだよ。わかんない、花火はどうなんだろうね。さっきからオカマオカマってすごいね。オカマオカマって、税金は一応ね、お金に対してかかるものだから、ポイントに対して税金かかるっていうのは聞いたことないかな。うん、現金、お金にかかるものだから、まあだって凍結したアカウントってことはお金引き出せないわけだから、どうなんだろうね。まあ凍結したアカウントでもふわっちは払うと思うけどね。規約違反つうか、さすがにリスナーさんが投げた、お金払って本人に渡したく支援してたわけだから、凍結してもお金引き出せると思うけどな。いや、嫌われてるのは嫌われて、子供の頃から嫌われてるから別に討論しても意味ないよ。だから166号さん、結論分かってるよ、俺のこと嫌いなんだよ。それは分かってるから、ただ単に俺のことが嫌いなんだよリスナーさんが、それだけだよ。俺サメシマさん嫌いじゃないよ、そんなこと言ったことないよ。なんで嫌いだと思ったの？不透明な口座に関連してたとか、あー、どうなんだろうね、それは分かんないけど、そりゃそうでしょ。例えば、あー、なんだろう、例えるのが難しいな。
どう、税金、なんだろうな。なんだろうな。何で例えるのが一番いいんだろうな。ビットコイン。ビットコイン自体には税金かからないじゃん。でもビットコインを現金化した瞬間にビットコイン税金かかるでしょ。ビットコインが一番わかりやすいんじゃない？多分これが一番今わかりやすいことだよね。ビットコインを1万円で買いました。で、2万円になった時売って2万円に入りました。で、この2万円に税金かかるわけじゃん。でも、ビットコインを1万円で買って、1万円分のビットコインになってる間っていうのは、9000円になったり6000円になったりしても、ビットコインじゃん。物じゃん、あれ。物販。いや、走ってない。ビットコインには税金かからないじゃん。物だから。それを売って利益が出たり、まあ、損失が出たとしても、現金になった瞬間にかかるじゃん。そうだよ。ビットコイン自体に税金はかけられないから。だから、その考え方が一番わかりやすいかもしれない。いや、ドルさんでしょ。本人でしょ。今、ドルさん放送やってんのかな？放送やってなかったらドルさん本人でしょ。こんな米、カッコってつける人、ドレさん以外に見たことないもん、俺。すぐわかる。まあでもそろそろ走らないとな。もう10日ぐらい休んでるから、体全回復したかんね。ちょっとふっくらしてきたし。肉、週4ぐらいで食ってたから。そうだね、そろそろ走るね。おい、沖縄行くぞ、リゾート感。この人面白いね。リゾート感これは面白いね。137号いいね。息切れはするけどね、多分ね、タイムね、ぶっちゃけた話28分台でいけると思う。本当にもう、何回やっても4日連続30分切れなくて、で、1週間休もうと思ってたの。で、本当に不思議なんだけど、太ったは太ったんだけど、筋肉が張ってるのよ。そうね、歩いててもわかるの。それがカラオケでわかった。カラオケで歌うと腹筋が締まるの。そう、不思議なんだよ。太ももが歩いててもムチムチしてるっていうか、太くなってんの、体が。多分だから、そう、疲れは抜けたから、5キロ、5キロ。5キロの高低差がかなり激しいところで、信号待ち込みで、最高タイム26分台なのね。で、体調がいい日は28分から27分、26分でいけるんだけど、後半ずーっと走ってて、もう30分切れなくなっちゃって、そう。あれ、腹筋バシバシきたね。あ、多分ね、もう3日走ったら体重またすぐ落ちると思う。多分1.5キロぐらい増えてるかな、今。ほっぺたの感じで。ちょっとわかるね。顔に出てるから。おー、ゆいこさんおはよう。おはようございます。5キロ、そうだね。でもね、5キロの後に花火上がった数だけダッシュも入れてんのね。50メートル坂道ダッシュも入れてて。で、多い時で花火4発ぐらいもらうから、それ4本走ってみたいな。で、腹筋100回。やってるかな。で、まあ、シャドウを入れる日もあればっていう。本当はね、ジム通わないとダメなんだけどね。本当はね。花火が上がんなかったらダッシュはなしってやってる。900万釣りだった。今回は誰に教わるの？いや、だから誰にも教わってなくて困ってるんだよね。 誰にも教わってない。でもね、俺には切り札があるから。あの人に教わったら勝てるっていう切り札あるから大丈夫。
釣りだったね。月曜日に振り込むって言われたけど、釣られた。もうだからもう諦めるわ。今回のその900万3人に関しては。いや、メールの文面とか晒して気持ちあるよ、俺の中で。こんなやりとりしてたら釣られるに決まってるじゃんってみんな言うと思うよ。晒そうかな、頭きたから。いや、でもそれやったら配信者じゃないよな。リスナーさんとのやりとり。いくら釣りだったとしても晒したらダメだよな。いやいや、負けても全然外出歩くよ。普通に配信するよ。いやー、でも、それやったら負けじゃない？悪いことをされたから悪いことを仕返すっていうのは、なんか、かっこ悪いかな。なんか、いや、晒したいよ。いや、みんな見てよって。ひどくないって言いたいけど。いやー、晒したくないな。そう、自分がダメだよ。さらさなくて読み上げる？で、やりとりはあったよ。電話もかかってきたし。樽飲み屋だって配信者だからさらしたんだよ。そう。配信者はさらすよ。俺はそれはさらすよ。配信者はだって、それで活動してるわけだから。で、仕掛けられたら仕掛け返すけど、リスナーさんだぜ、相手は。いわばさ、なんつうんだろう。プロボクサーが、なんか、素人をぶん殴るみたいな話じゃん。わかる？ニュアンス。一応、その、100人とかに影響を与えるぐらいの力はあるわけじゃん。これを、その配信をやってない人に、配信者だったらバンバン晒すよ、俺。ふざけんじゃねえっつって、こんなひでえやつがいるって晒すけど、いたずらしてきたリスナーなわけじゃん、結局。名前隠して。俺も晒されてるんだよっつって。いや、配信者は晒されてなんぼだと思ってるから。いや、お金のことばかりって何？なんかね、なんか気持ちがね、なんか。じゃあ文面読み上げる？じゃあ名前とかサムネ出ないように文面読み上げるっていう風にする？そうする？ OK？ それで納得する？内容、やりとりの。文面を見せろ。見せるの？読み上げるのじゃダメなの？その内容。お、タムだ。おはよう。どうなんだろいや、いいよ。やっぱやめよう。やっぱやめる。やっぱやめるよ。ありがとう、コンティニューバカありがとう。やっぱやめよう。女の人。男、最初の電話は男2人で。電話は男2人で。最後の人は女の人。やめよう。いいよ、いいよ。いいよ、やめよう。なんか、いいよ。いや、悲しくなるんだって、悲しくなるんだよ。支援をしてくれるっていう気持ちに本当に感動したから、いや、じゃあ
いやー、どうなんだろうね。いやー、ちょっと待って、じゃあ、リスナーさんが特定できないように名前だけ変えるわ。今変更するわ。ちょっと待って。リスナーさんの名前を変更させて。匿名に変える。ちょっと待って。匿名に変えるわ。ちょっと待ってね。そしたら特定されないから。それでいい？今名前変えたから、これでそのリスナーさんの表示名変わったから、OK？ OK？ 見える？準備 OK？ いい？見える？ OK？ OK？ まだ OK？ じゃあキャプるよ。匿名に名前変えたから、まあサムネだけはしょうがない。匿名に名前変えた。で、3月の2日土曜日、ここ見えてる？3月の2日土曜日、ハローって来たから、こんばんはって。映画制作費支援したいので、いくら必要ですかって。マジですかって。振込口座教えてください。いつも潜りにしてますって。リスナーよりって。トータル制作費は300万目指してますって。お気持ちだけでも支援していただけると助かりますって。あと、いくらで足りますか？ 300 万までって。達成し、素敵な映画見たいのでって。で、まあ、口座は飛ばすね。口座は飛ばして。で、口座送って、ありがとうございます。パトロンさんがいらっしゃるみたいなので、私怒られないですかって。純粋に支援したいのですかって。映画は300万でギリギリ作れるように予算組んでますって。支援者さんはむしろいろんな人から支援されるように頑張れと応援していただいてます。これも釣りなんだけどね。この支援者さんも釣りだったんだけど。で、ありがとうございますって。で、のんちゃんとは別れてとても残念ですが、パトロンさんと頑張ってください。月曜日に入金しますって。配信も潜りにしてますが、いつも見てます。月曜日入金したらまた LINE しますって。ありがとうございます。何かお礼がしたいのですが、ご希望などありますかって。で、特にないです。宝くじが当たり、お金に余裕があり、自分のやりたいこと、応援したいことに費やしたくて。映画シルバー捨て頃頑張ってくださいって。ありがとうございます。本当に感謝しますって。もし自分にお役に立てそうなことがあれば、いつでもお声かけくださいって。で、夜分に失礼しました。月曜日また LINE します。お体無理なさらずに頑張ってくださいって。見返りは求めないので、ワド監督のやりたいことを応援しますって。で、頑張ります。こちらこそありがとうございます。では失礼しますって。いや、嫌な気分になるでしょ。嫌な気分にならない？なんか。ねえ、なんだろう。なんか捨て頃応援してますとか、いつもロムってますとかさ。いやー、なんか、じゃあ、その嬉しかった気持ち何なんだよっていうのは、すげえ腹立ってくるんだよね、なんか。わかんない、アンチなのか、何なのかは。いや、電話で話した人とか、他にもいて、ね、前に話してた人なんだけど、電話で40分とかも喋ったんだぜ。
で、別になんか人を騙すような感じじゃなくて、本当応援してるから頑張れな、みたいな。なんかいろいろあったな、人生辛いことあって、なんかでも頑張ってるの見直し、なんかすげえそんな熱いこと言ってくんの、こういう感じで。いやもうだからもう本当に、なんでこういうことするんだろうみたいな。イラッとするでしょ。まあまあ男の人かもしんないけどね。で、これを見るのも嫌だし、もうなんか正直、なんかこの、そのやりとりっつうか、なんか本当にありがたいと思った気も、なんか別に振り込まないなら振り込まないでいいのよ、別に。お金なくても応援してくれてる人はいっぱいいるから、でも、そのじゃあ、今まで応援してますとか、ずっとロムってますとかさ、のりこさんのことがどうのこうのとかさ、シルバーアクセサリーもう捨て頃もっていうのも頑張ってくださいとか、なんでそういうことが平気で言えるんだろうって思わない？そう、気持ちが嫌で、その、だったら普通に、その金銭的な支援はできないけど、応援してるよ、頑張ってねーでいいじゃん、って思うんだけどね。おはよう。いやー、ブロックはそれでもしないね。まあ今見てもらったらわかるけど、ブロックはしてないけど。なんか悲しい気持ちになるよ、本当に。悔しいよね。で、結局、だから、俺が晒さないのも分かってるんだよ、こういうことをしてる3人は。俺が晒さないのを分かってて、要は俺が300万支援が来てるって嘘なんだろっていうのも考えてやってるんでしょう、多分。アンチとテイ君で。雑談たぬきなのかグループラインなのか分かんないけど、あいつ言わねえから裏でこう言っとけば、その信じるからって言って。で、リスナーのコメントを狐で書くときは、お前のネタなんだろうって言えばいいんだろうって。だからさっき嘘だろ、晒せねえんだろうっていうのも手組んでんじゃねえかとかさ、勘ぐりたくないことまで勘ぐっちゃうじゃん。そう。ありがとう！お茶爆100ありがとうございます！お茶爆100ありがとう！匿名さんありがとう！ありがとうございます！お茶爆ありがとうございます！ありがとう。いや、だって宝くじ当たる人は別に、ありがとう！匿名さん、お茶爆100ありがとう！お茶爆100ありがとう！ありがとうございます。ありがとう。あー、すごい！お茶爆3発目！お茶爆ありがとうございます！ありがとうございます！お茶爆ありがとう！すごい！ありがとうございます！ありがとう！ありがとうございます！頑張ります！いや、でもさ、別にさ、冷静に考えてさ、その、なんだろう。世の中に宝くじ当たる。ありがとうございます！お茶爆、ありがとうございます！ありがとう！ありがとうございます！ありがとうございます、匿名さん。ありがとう！ありがとうございます。いや、だから、まあ、その、なんだろう。まあまあ、クラウドファンディングでも何でもいいんだけど、なんていうのかな。なんていうんだ。俺がもやっとするのって、その、金額じゃないんだよね、なんか。なんか、その、感動したり、感謝した気持ちを返せよっていうか、俺、本当にこのメールのやり取りですげえ泣きそうになったの。その、あ、なんか、捨てる、
人もいれば、裏切る人もいれば、本当に支えてくれる人がいるんだとか、本当奇跡みたいだなと思って、で、本当に嬉しくて、配信外だったんだけど、本当に嬉しくて、ああ、なんかこういう、なんか、なんつうの？本当に、すごい人っていうかさ、そういう、なんか、応援してくれる人がいるんだなとか思うわけじゃん、こっちは。そのクソみてえでも、で、頑張ろうって思うわけじゃん。で、そういう気持ちとかさ、ありがたいって思った気持ちとかがさ、もうボロボロになるんだよね。わかる？言いたいこと。わかるかな？なんか。俺は100%信じてたよ。俺100%信じてたよ。いやでも気持ちは返ってこないからね。あの時の感動はじゃあ何なのっていう。あの時はその人にありがたいって思った気持ちはじゃあ何なんだよっていう。いやマジで頭痛い。いや、うちわだったっていうか、本当に機材を買ってさ、スタッフさんにも安心させてね、資金募れました、これ作れますっていうのとか、いろいろあるわけじゃん。なんでリスナー信用するかわからない。リスナーさんがずっと俺を生かしてくれてたからだよ。俺が今生きてこうやって活動できるの、全部リスナーさんのおかげだから。100%信じるでしょ、そりゃ。今、俺が生きてて、人間の体って3年間飯食ったのでターンオーバーするんだよ。全部の細胞入れ替わるんだよ。俺の体今全部リスナーさんの金でできてんの。着てる服も、あそこにあるね、グローブもそう。ね、ここにある全部リスナーさんの金だよ。全部だよ。もらったものも含めて。それは普通に信じるでしょ。だってリスナーさんに甘えて生かされてきたんだから。だからそれもそうでしょ？9時に310万振り込みましたっつってさ。で、また嫌な気持ちするの？俺。やる？じゃあ9時に。あと4分で入金さっきの310万。カメラ2台？いや、クズでも生きるよ。スパーリングで右目開かねえんだ。すげえな。一生騙されてろ。わかった。いや、俺はリスナーさんに甘えるよ。いや、それは違うよ。俺はリスナーさんにずーっと、俺が唯一甘えられる場所と甘えられる人はリスナーさんだけだから。ここは必死になって6年半かけて俺が作った唯一甘えていい場所なんだもん。俺はリスナーさんに甘えるよ。リスナーさんにだけはわがまま言えるんだもん。俺が唯一子供に帰れて甘えられて、ね、だだこねて、ね、可愛がってもらえるのはここしかないんだもん。生きる場所は。ここしかないんだもん。俺はここは手放す気ないよ。どんなに落ちぶれてもここだけは手放さんよ。俺が唯一甘えられるのはリスナーだけだから、他には甘えないから。俺ははっきり言ってこの生き方やめるつもりはないよ。ないよ。気持ち悪いって言われようが何だろうが、俺はリスナーに甘え続けるよ。俺はクズだよ。ゴミだよ。カスだよ。でも俺はリスナーに甘え続けるから。ここしかないんだから、俺には。ここは絶対手放さないよ。二元中継どうやってやんの？あ、いや、なんだろう。なんだろう。配信外部ソフトっていうのを使えばできますよ。X スクリプトとかで検索してください。なんで言わなきゃいいことを言うんだろうね。ありがとう、175号さん。普通なんていらねえんだよ。普通は300とかじゃねえだろ。普通じゃねえ生き方してんだから。もともと普通じゃねえんだから、こんなことやってんだから。
そんなこと言ったらそもそも普通じゃねえんだから。この家に座ってね、ここで喋ってるだけでね、映画作るとかわけのわかんないことで、もともとこっちも普通じゃねえんだから。それはリスナーさんの方に普通を求めるのおかしいでしょ。こっちも普通じゃないし、お前らも普通じゃないでいいじゃん。お互いクレイジーでよくない？別に、うん、いや言い訳だけど、ちょっと聞いてくれよ。ちょっとはまともな感覚あったら働いてるだろう、うん、何 LINE も見せてまだ嘘つきだっていうの、まだ言うの。もうそこまで言うんだったらもうわけわかんねえわ俺も。そこまであれだ、ここまでやってそれでもお前は嘘つきだっていうならもうわからん。もういいんじゃん嘘つきで。いいよ嘘つきって言い続けりゃいいじゃん別に、うん、うん、ドレさんは出会った頃からあの統合失調症だから大丈夫むしろ俺統合失調症じゃないドレさんを知らないからそも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 最初からおかしかったから、うん、まあね179号さんの言う通りだね。今まで和道のやってきたことへの答えでしょ。そうそうそう、いいことも悪いことも全部返ってくるからそういうことだね。でも俺は諦める気ないよ、うん、3通じゃなくて3件来てて2件は電話なの。要は似たような話よ。それはもう放送で話してるから。要は俺が母ちゃんとその家庭の話をした時があって、でそれを聞いて感動しちゃって次の日電話かかってきたの。うん、NG 困ったブー、おはよう。 NG 困ったブー、うん、あ、9時回ったけどじゃあ嫌な思いしますか。9時回ったけど入金確認310万やります。どうします、うん、やります。うん、長時間配信だね。やる、楽天銀行開く。いや、パンドラの箱開くの、パンドラの箱開けんの、やるの。いや俺また嫌な気分すんだよそれで。今日一日クソ胸クソだよ本当に。今日一日胸クソだよマジで。やる、じゃあやるか。え、9時になったら振り込まれてんの。おお、ココタンおはよう。いやもういいって言ってお腹いっぱいだよ。だってもう900300万3件騙された後に今日のね9時入金されんでしょ。みんな合ってる、夜中朝7時に振り込み予約したら朝9時に振り込まれんの、振り込まれんの。それはもう間違いないの。朝7時にさっき予約しましたって310万振り込みましたっていう。頭痛合ってる。10時じゃなくて9時なの。俺も10時だと思ってたんだけど。いや朝9時には振り込まれてるよっていう人いたんだけど、どうなの。もう胸クソだよ本当に。やる、9時で合ってんのかな振り込みって。うん、ああもうだから1210万円分の詐欺だからね。1210万円分の。まあじゃあ入金確認します。絶対ないでしょ、うん、もう疑心暗鬼だよ俺。絶対ないでしょ。5、4、3、2、1、5。おい。不器用だと思う。
は来なかった。今この物語を君に捧げるよ。何もなかったはずの自分の中から絞り出せたストーリー。あなたの苦しみ悲しみを感じながら叫ぶ。ただ一つだけ。